始まりましたかね。お、始まりました。皆様お待たせしました。こんばんは。よろしくお願いします。メルカリ人事組織、ピープル&カルチャーのすべて、お集まりいただいた皆様ありがとうございます。なんとすでにもう200人の方が見ていただいているということで、司会もドキドキしております。皆様ね、月末というか、もう月末ですね、本当に。9月30日、月末の忙しい日に、お時間をいただいて、こんなにたくさんの皆さんに見ていただいてありがとうございます。それでは早速イベントの方を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ次のスライドをお願いします。まずはオープニングとして、私から諸注意事項のお話をさせていただきます。次お願いします。ありがとうございます。はい。本イベントは録画をさせてもらってます。今ご覧いただいている YouTube のこのアカウントに今後アーカイブとしても残そうと思っています。で、今日は、基本的に日本語で進行させていただきます。で、録画録音は NG でお願いします。この YouTube 上でのみお楽しみください。で、ご質問はいつでも受付中ですので、YouTube のコメント欄皆さん見えますかね？コメント欄にぜひぜひ何でもご質問お寄せください。最後に Q&A タイム設けていますので、時間が許す限りみんなで答えていきたいなと思っています。あと SNS シェアも大歓迎ですので、できればハッシュタグなんかつけて、メルカリアンダーバー HR で、今日はこれ見てるよぐらいでもいいので、この YouTube のリンクと一緒にシェアをいただけると嬉しいです。で、先ほどご質問受付中って今アナウンスさせていただいたコメント欄なんですけど、質問だけじゃなくて、今もう早速パチパチって言ってくれている方がいるんですけども、こんな風に1個でもコメントもらえるとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひ皆様、へーとか、ふーんとか、知らなかったとか、うちはこうしてますとか、もう全然感想なり、なんかこう、シェアなり、何でも自由に使っていただけると、こう、我々も発表する側もすごく気持ちが楽になるので、ぜひ気軽に、使ってもらえると嬉しいです。めっちゃコメントありがとうございます。で、そんな中でですね、じゃ次のスライドお願いします。盛り上がり練習タイムをやろうと思います。そう、コメントは、パチパチでも何でもいいんですよというところを、ちょっとみんなでコメント欄使う練習しようかなと思います。さあ、YouTube ライブチャットコメント欄に、今年もう残り3ヶ月しかないんですよ。3ヶ月。さあ、やり残したこと、やりたいこと、みんなで投稿してみてください。さあ、どんなのが出てくるか、全然仕事じゃなくてもいいですよ。私なんかがコメントしようと思うと、ちょっとダイエットやり残しちゃったんで。やり残したこと。あ、ビアガーデン行きたい。いいですね。ダイエット。仲間ですね。頑張りましょう、お互い。ダイエット多いな。自粛太りかな。積んどくの消化。いいですね。確かに積んどくもある。3ヶ月で足りるだろうか。ありがとうございます。あ、めちゃくちゃ。あ、明日から移動。頑張ってください。新たなキャリア。断捨離。断捨離にはメルカリですよ。読書いいですね。旅行も行きたいですね。いよいよ明日からはなんか関東緊急事態宣言も明けるということだったので、まあね、感染対策はしつつ、こうお出かけしたり行きたいですね。メルカリで断捨離。ありがとうございます。コーチングいいですね。みんなすごい。なんか見てると楽しくなっちゃいますね。みんな。残り3ヶ月やりたいこといっぱいだ。ありがとうございます。筋トレも来た。頑張ってください、筋トレ。ありがとうございます。楽しくなっちゃった。すごい嬉しかったです。皆さんもこんな感じでいいですね。コメント欄は自由に自由に使っていきましょう。今日の発表の内容についての感想とかも引き続きお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。いや、もう最高の滑り出しです。皆さんのおかげで、登壇者も喜んでると思います。さあ、では、オープニングはここまでとさせていただいて、スライド次、食っていただいて、はい、登壇者紹介です。今日はなんと、ドドン。9名の登壇者がおります。メルカリの人事組織の、もうなんかトップをやっているものから、マネージャーから、チームメンバーとして活躍しているものから、様々な領域の人たちが今日は登壇してくれることになりました。ぜひお楽しみに。はい、では次のスライドに行っていただいて、ここからバトンタッチです。メルカリについてのお話をさせていただこうと思います。ここからは、我らが CHRO の木下達夫さんをお呼びしてお話しいただこうと思います。達夫さん、準備 OK でしょうか？はい、OK です。はい、元気いっぱい。よろしくお願いはい、しまはい。す。皆さん、こんばんは。今日はご視聴いただきまして、ありがとうございます。次のページお願いします。
メルカリで、人事の責任者をしております、木下達夫です。どうぞよろしくお願いします。私はですね、3年弱ですね、メルカリに入って。で、自分のキャリアは、最初 P&G で、その後、GE で、メルカリに入る前は、マレーシアに4年間、いました。東南アジア含む、アジアパシフィック全体の HR をやってたんですけども、そこでの経験を生かしてですね、日本の企業から、世界を狙っている会社のグローバライゼーションに貢献したいというふうに思いましてですね、ちょうどメルカリにご縁をいただいて、ジョインして、3年近く経っているというところです。で、下に私から見たメルカリ、これは今日登壇するメンバー皆さんから、それぞれ自分の言葉で語ってもらう予定なんですけども、私が書いたのはもうこれですね、人事領域で最もゴーボールド、大胆なアクションをとって、世界に通用する先進事例を、作れる場。としてですね、メルカリは本当に面白い場だと思っているので、そういった話を今日できればと思います。次のページお願いします。はい。まず事業概要。こちらご存知のことは多いと思うんですけども、メルカリ、まだまだ8歳の会社ですと。で、フリマアプリのメルカリに加えて、フィンテックのメルペ、そして、US の事業。で、カシマントラーズがスポーツビジネスであって、今年になってから2つ新たな事業を立ち上げてます。で、1つが、創造。これは B2C ですね。今までずっと C2C のマーケットプレイスやってきたんですけども、メルカリショップスという、B が出品できるというところを今強化してやってます。で、メルコインは、暗号資産とかブロックチェーンとか、いうところを、NFT とかですね、いうところを、取引できるような、ことを、実現しようというので、新しく立ち上げてやってます。次のページお願いします。で、メルカリのミッションなんですけども、新たな価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを作ると。いうものを掲げていまして、今、そのシェアリングエコノミー、循環型経済というのを、やっぱり、すごく追求していく中で、メルカリの、サービスというのが、そこに、インパクト、ポジティブなインパクトを与えられるというふうに、考えていまして、そこに、共感して、本当にご入社いただいている方が本当多いです。次のページお願いします。で、メルカリ、すごく大事にしているバリュー、ここに書いてある3つです。1つ目が、ゴーボールド、大胆にやろうと。これこの3つの中で一番メルカリの人たちが大好きなバリューで、メルカリらしいなというふうに思っています。で、2つ目は、all for one ということで、すべては成功のために。これはラグビーでね、よく使われる言葉ですよね。3つ目が、be a pro と、プロフェッショナルであれということで、我々採用においても、プロフェッショナルを採用して、プロとして、皆さんが、ここで働いている皆さんがプロとして、活躍できる環境を整えて、プロとしてしっかりと、育成できるような形の、環境を整えているということをやっています。次のページお願いします。で、そこの、プロが集まる、組織だからこそ、大事にしている、ことが、トラスト&オープネスという考え方です。で、これ、もともとは、性善説という言葉を使っていたんですけども、性善説はですね、英語話者にはとても分かりづらい、コンセプトなので、カルチャードックという、後から、紹介しますけども、これを出すときに、トラスト&オープネスという形で、英語話者にも、伝わる概念に変えたと。で、言いたいことは、皆さんプロですと。なので、お互いにその信頼し合ってるから、もうルールはできるだけ、作りません。という、ネットフリックさんが同じように言ってますけども、我々もかなりそこにこだわってます。で、オープネスは、やっぱりその情報共有度を、すごい圧倒的に高いレベルで、維持していきましょう。これは、組織の規模が大きくなっても、このオープネスっていうのをすごく重要視していて、だからこそ、そのボトムが、エンパワーされて、フラットな組織で、すごい機動力を持って、ゴーボルドに仕掛けられるというところが実現できるというふうに考えています。次のページお願いします。今ですね、メルカリはどんどん組織が多様化していまして、拠点で言うと、アメリカと日本の2カ国であって、で、アメリカはですね、本当このコロナの状況の中で、ほぼ2倍近い業績を業績の伸びがあって、黒字化っていうのが、発表、この前の決算発表で発表したところです。で、日本の組織においてもですね、ものすごい多様性が進んでいて、今、40カ国を超えるですね、人たちが日本に集まって、エンジニア組織の半分が、外国籍の社員になっているという状況です。次のページお願いします。そうですね。これが、その、日本の、オフィスにおける多様性という話ですね。40と50という数字だけを、覚えていただければと思います。次のページお願いします。はい。で、ものすごくですね、創業時から、
社内のコミュニケーションってすごく大事にしている会社です。で、もともとオフィシャルなところで言うと、オールハンズっていうのを各カンパニーごとにやってますけども、毎週ありますし、それぞれそのチームごとのチームミーティングと、あとは、ワンオンワンっていうのも、基本的にすごく、組織の中で、自然に、行われています。私も、自分の、レポートと、ワンオンワンっていうのを毎週、やってます。で、そういった、ワンオンワンもありますし、チームビルディングっていうのもすごく、重要視していて、今、オンラインですけども、この前も、この P&C、ピープルカルチャーの部門で、サマーフェスティバル、オンライン夏祭りと称しまして、みんなで、家から、オンライン飲み会ですね、をやりまして、その中で、なんかこう、パフォーマンス、演奏、楽器とかできる方が、演奏の披露をするとか、みたいな、そんなようなこともやって、なんか結構和気あいあいと楽しくやってます。で、またコロナがね、落ち着いたら、対面で、できる機会も増えるかなと思ってるので、まあ、こういったコミュニケーションとはすごく大事にしていて、我々すごい、うまく、いってるかなと思うのは、エンゲージメントっていうのは、このコロナ禍に入ってからも、どんどん改善傾向にありまして、その改善傾向のある大きな要因の一つが、オンラインになってもしっかりとコミュニケーションが取れているというところが確認できています。次のページお願いします。はい。で、ここからが、ピープルカルチャーという、メルカリの人事部門の説明になります。次のページお願いします。まず、非常に大事なところで、メルカリの、ピープル&カルチャーのミッションとして掲げているのが、メルカリの事業成長のために、組織と人材、両方がウィンウィン。これはウィンウィンマックスというふうに社内で言ってるんですけども、これをですね、実現するということをミッションとして掲げています。で、さっき言った3つのバリュー。これは人事にいるみんなにも、共通して求められる。自分、私も含めてですね。で、まず、ゴーボールド。人事領域で大胆な取り組みをやっていこうという、これなかなか人事の領域でゴーボールドにやってよっていう会社そんな多くないと思うので、自分たちのとてもこれこだわってる部分だし、もっともっといろんなこと仕掛けられるなと思ってます。オールフォーワン。これは人事の中で、ワンチームで、いろんな協力をし合ってというのはもちろんなんですけども、我々の、その社員の多様性が増していく中で、いかにこう、対話を重視しながらやっていくかというところにこだわってます。例えばですけども、評価報酬の、仕組みを、入れるときに、インセンティブのプランが A、B、C ってやったときに、社員との対話を通じて、社員の人に投票してもらうということを、やりました。で、これは本当に多くの方からやっぱりインプットをもらって、社員の一人一人が考えているいろんな思いとかにもしっかりと答えながら、皆さんがやっぱりこう、誇りに思えるようなその人事の仕組み、制度っていうのを作っていきたいというのがあります。で、これは最近で言うと、Your Choice という、どこでも、日本全国どこでも働けるという発表がありましたけども、この Your Choice も発表するまでに全部で10回ぐらい、社内の対話のセッションというのを、英語でも日本語でも、大事に持っていて、そこでのいろんなインプットを反映して、最終的に発表したような形になっています。三つ目のバリュー、Be a Pro。本当はこれ一人一人、プロフェッショナルであれというバリューなんですけども、やっぱその人事の、我々も人事のプロとして、社内だけで通じるよりは、むしろその社外、もしくはもう本当もグローバルに通用するような、その人事のプロになるということを、目指しています。で、そして、それは、なるっていうところは、しっかり成果も出せるし、かつ学び続けるというところを大事にしています。で、結果的に、日本における、先進の事例っていうのをいろいろと仕掛けることができて、それが、社会全体へのポジティブなインパクトになってほしいなと思ってます。次のページお願いします。はい。People and Culture の組織体制です。これ後ほど各チームのマネージャーとかがそれぞれ紹介してくれると思うので詳しくはそちらの方に譲りたいと思いますがこれ見ていただくと青の方が COE センターオブエキスパティーズある程度専門的な機能を持って取り組んでいるチームですね。でオレンジの方が HRBP まあ事業部人事組織担当人事ですねの方でこの組織担当人事とHR の COE が連携をして、ワンチームでインパクトを出すということをしています。次のページお願いします。はい。People and Culture のロードマップ。まあ、これはもう3段階のすごくざっくりとしたものを書いていますけども、メルカリは、まず事業全体で、こういったロードマップを作っています。社外には公開してないんですけども、来年、もしくは再来年、
もしくは10年後みたいなところを見据えて、中長期的にどこを目指して、それを逆算で、どういう打ち手を取っていくかというのがあります。人事の領域で言うと、今は、まずそのスケールしていく上での必要な基盤を作っている最中です。で、村から町へという言葉があるんですけども、まあ、その町にふさわしい、まあ、人事の仕組みというのを今作ってます。で、そして次にもう見えているのが、グローバルエクスパンションですね。アメリカが黒字化したという話がありましたけども、まあ、今第3国、第4国に攻めていこうという話がどんどん進んでます。その中で、まあ、そういったグローバルエクスパンションをしっかりと実現できるような組織能力というのを構築していく必要があるというのが、もう見えているところです。そして2030年、まあ、10年後というところで出したのは、やっぱりメルカリが、まあ、そのグローバル HR モデルとして、まあ、優れたものを持っているというのが、まあ、世界的に認知されていると。で、そして世界中から、まあ、優秀なタレントというのがメルカリに続々と入社すると、そしてリテインできている、そういった組織を作っていきたいなというふうに思っています。次のページお願いします。はい。カルチャードック、これはすでに公開しているので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、今メルカリの採用サイトからリンクで入れます。これはメルカリが組織が大きくなっていく上で、組織の考え方、まあ、カルチャーの、に基づ、カルチャーを、構成する、価値観ですね。まあ、これを、今まで暗黙知であったのを、まあ、形式知化して、ハイコンテキストであったところを、まあ、ローコンテキストにして、まあ、新しく入社する方も含めて、しっかりと、まあ、共有できるようにする。で、その価値観っていうのを大事にするからこそ、それぞれの、そのフロントラインで、エンパワーされて、いろんな意思決定というのをスピーディーにしやすくなるというふうに考えています。で、これは多様性が高まれば高まるほど、やっぱその軸となる組織として大事にしたい価値観というのが問われるので、まあ、ここはカルチャードックというのをすごく我々重要していて、毎年更新してるんですけども、一番最新のバージョンというのは社外にも公開して、このカルチャーにフィットする方に、もしくはこのカルチャーをさらに強化できる方に、ジョインしていただきたいなと思ってますし、またこういった組織のやっぱその文化の明文化っていうのはすごくいろんな会社さんからも結構興味を持っていただいているので、まあ一つこう社外に公開することで参考にしていただければいいかなと思ってます。次のページお願いします。はい、さっきのカルチャードックは、人事の領域ではどういうふうに使っているかというと、我々の EX ジャーニー、エンプロイエクスペリエンスのそのジャーニーというのを、まあ、入社する前、候補者の段階から、そしてこう入っていただいて、その後、まあ、最終的に退職するまでの段階で、それぞれ段階ごとに、どんなその社員体験、エンプロイエクスペリエンスを作るかというところを、これも一生懸命明文化するという、ことをやってます。で、これからまた、今年の更新が始まるんですけども、カルチャードックで価値観を大事にして、それをじゃあ社員体験に落とし込んで、社員とのタッチポイントでどういうような、体験を作り込むかっていうのは、これはカスタマーエクスペリエンス、お客様体験を作るのと同じようなアプローチで、社員体験を作るということで、アプローチしてます。次のページお願いします。はい。じゃあ最後ですね。ピープルカルチャーのビジョンということで、ご紹介します。ミッションは先ほどお伝えした通り、ウィンウィンマックスです。で、3本柱というのを打ち立ててます。アトラクト、ディベロップ、エンゲージ。で、これはもう採用、特に多様なタレントを、確保得して事業成長を実現すると。ディベロップ、これはもう育成型組織と、成長を加速するような組織を作っていく。最後のエンゲージメントっていうのは、もう本当に新しいワークスタイルで、エンゲージメントが高い組織と実現するというところで、3本柱を与えています。で、我々2つの土台というのを持ってまして、1つの土台が、ダイバーシティインクルージョン。すべての人事の提供する施策なり、もしくは社員の体験において、まあ、D&I の観点というのは必ず入っていることというのを大事にしています。そしてもう1つが、そのデータドリブン。HR のいろんな施策をする上で、そのデータに基づいたその意思決定というのができるようにするというところで、人事データの基盤を確立して、それを作っていくという話を、この後、詳しくさせていただきます。次のページお願いします。はい。じゃあ、これで私の話以上になります。じゃあ、浅井さんに戻したらよろしいでしょうか。はい。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ、達夫さんのパートここまでで、ここからは、いよいよ各チームでの取り組みを紹介をさせていただこうと思います。第1弾、タレントアクイシジョン採用チームの真帆さんとニックをお呼びします。どうですか、はい、準備大丈夫ですか、はい、うん。はい。ありがとうございます。ニックが見えたけど大丈夫かな。
じゃあよろしくお願いします。お願いします。タレントアクションチームの橋本真帆と申します。2018年11月にメルカリに入社しました。ハンズオンでエンジニア採用担当しながら、タレントアクションチームのエンジニアリングとプロダクトの採用担当のマネジメントをしています。メルカリズーマンインテックのイベントの企画運営などもしています。私から見たメルカリはとにかくフラットで、役割や所属チーム、雇用形態、在籍年数、あとは出身など多様なバックグラウンドや考え方を持っている人が集まっている中で、率直な意見交換ができるという環境です。本日はよろしくお願いします。ではニックさん、自己紹介お願いします。はい、メルカリタレントアクジションチームの、ニコラスです。で、まあ、簡単に言うとテクニカルリクルーターをしています、メルカリで。本当はまあ、ちょうど6年前ぐらい、日本に来て、もうその時からずっとこういうテクニカルリクルーターという仕事をやっております。で、実はメルカリは3社目で、で、2021年4月、入社なので、ちょうど明日から半年になります。主に担当しているところは機械学習エンジニアの採用と、あとはセキュリティ系、と、まあ、コーポレートエンジニアリング、いろいろこういうエンジニア系の採用を担当しております。よろしくお願いします。で、次のスライドお願いします。はい。まあ、まずは、この私たち、このタレントアクイジションチームは、この赤い四角のところに、位置しています。で、中途採用チームが、2つありまして、あとは新卒採用チーム1つと、あと、ハイリングマネジメントチームもあります。で、まあ、この後は、真帆さんが、もしくはこういう各ポジションが説明します。はい。次のスライドでお願いします。はい。で、まあ、まず、私から、このタレントアクイジションチームの、主な取り組みを3つ話します。で、1つ目に、グローバルハイリングです。で、今までこういうタレントアクイジションチームと言ってますけど、結構長くて、これから、TA チーム、で、呼びします。結構短くて言いやすくしますね。で、まあ、まずは、日本国内と、海外の採用をどちらともやっています。でメルカリは、成功するため、この世界のトップレベルの人材を採用する必要があります。で、過去、直接に、まあ、様々な国まで行って、現地で、採用イベントをやっていました。で、コロナの時代に始まって、なかなかこういうなんかオフラインでできないようになりましたが、まだまあこんな感じで、オンラインで続けています。また海外に行けるようになったら、もちろんこういう海外で行うイベントを続けようと思っています。でこのような、イベントはなんか役員とかが考えるのではなく、この TA チームのリクルーターがアイディアを生み出して提案するものです。例えばなんかこのスライドに写真いっぱい貼ってありますけど、なんかベルリンにスキルが高いエンジニアがいて、なんか現地でイベントを行うと、なんかこういうたくさん採用できるかもしれないというアイディアを TA がエンジニアにシェアして実現した例もあります。まあ、イベントだけではなく、こういうなんか海外にいる人材向けのジョブボードも使っています。で、コロナ時代でも、なんか他社がグローバル採用をストップした世界で、実はメルカリは積極的に採用しています。こういう世界、まあ、トップの人材を採用するため、まあ、草の根を分けても、探すという姿勢をとっています。で、次は、D&I と、まあ、採用の共通ポイントを説明したいと思いますので、次のスライドください。はい。で、TA チームの2つ目の取り組みは D&I ハイリングについてです。でもちろん、まあ、採用といえば多様性があるチームを考えながら採用しています。D&I 採用するため、こういう様々なイベントを実施しています。TA チームがイベントの企画から開催までリードをしています。でグローバル採用イベントのように、なんか自分の好きなアイディアを出して、最終的にイベントを実行しています。なんかスライドに貼ってある Women in Tech を、クォーターに1回開催し、日本語と英語ができるこういう Women in Tech のコミュニティを作り続けています。で過去と、まあ、今後のイベントをなんか見たい方はぜひメルカリの YouTube チャンネルをご確認ください。で、
まあ、Women in Tech について、実は次のイベントは11月、10日に開催する予定なので、ぜひ見てみてください。で、今までやってきたイベントや取材を LinkedIn とか YouTube、あとはメルカン、に記載しています。で、いろんなチームのなんかメルカリ社員の声や経験について聞きたい方は、まあ、メルカンをぜひご覧ください。あとは、こういう新卒向けの Build at Mercari というソフトウェアエンジニア育成プログラムも実施しています。STEM 分野、IT 分野におけるこういうマイノリティである女性や LGBT プラスコミュニティの方をメンバーと自覚している方を対象にスキルトレーニングの機会を提供しています。でスキルトレーニング、まあ、終了後、こういう選考を経て、インターンシップに進める可能性もあります。でメルカリでの採用、まあ、選考プロセスにて、バイアスチェックや、面接官のバイアスをなくすためのトレーニングもやっています。でスカウトするところも、こういうジェンダー比率を見ながら、ソーシング戦略も考えています。で、それには、まあ、次のスライドに行って説明したいと思います。はい、これは TA の取り組み3つ目、Direct Sourcing です。まあ、ソーシングとかスカウトとかいう人もいますが、とりあえず毎週1時間 TA チームのメンバーが集まって Search Time という、イニシアチブをやっています。で毎週この Search Time を担当するリクルーターを交代して、なんか自分の困っているポジションやなんかジェンダー比率が低いポジションの詳細をみんなにシェアします。で、その後、参加者のみんなが協力して、良さそうな人材をさまざまなチャンネルからピックアップしてリストアップしてます。で、こういうイニシアチブで、まずはチームビルディングもできますし、あとは実際に採用することもできます。4月から、こういうのをサーチタイムを始まって、なんか今まで2名採用することができましたので、結構いいと思います。でもちろん、ソーシング苦手なリクルーターにとって、こういうサーチタイムというのは、すごくいい練習にもなります。で、まあ、ダイレクトソーシングは、なんか私たち、こういうタレントアクイジションスペシャリストも行っていますが、まあ、ソーシングリクルーターも、現在採用しているので、まあ、今後は役割を限定しないで候補者をソーシングをしていきたいと思います。私のパート以上ですが、次は真帆さんにバトンタッチをしたいと思います。はい、ありがとうございます。次のスライド、はい、ありがとうございます。お願いします。では、ここから私が、今私たち採用チームが作ろうとしているのはこんなチームですという話をさせていただきます。一つ目に、全員がどのポジションでもスカウトや採用ができるような Be a Pro なチームです。クロージングやソーシングなど職種を問わない共通する基礎になる部分がありつつも、エンジニア採用、エグゼクティブ採用、コーポレートの採用、新規事業の採用など、それぞれの分野で最適なやり方やマーケットの傾向があり、経験できることや学べることもそれぞれ違います。もちろん、得意分野を生かして伸ばすことはしながらも、ご本人の希望に応じて違うエリアでの採用も経験することで、リクルーターとして成長できる幅も広がると思っています。私自身も実はメルカリ入社時はコーポレート部門の採用担当をしており、その後、US のメルカリアプリの東京開発拠点の採用担当なども経て、現在はメルカリの日本のアプリのエンジニア採用をメインにしています。二つ目に、リクルーター、ソーサーの垣根を越えて採用のプロとして、オールフォーワンに事業に貢献するチームです。日本でもインハウスのソーサーを採用している会社が増えてきましたが、他社ではソーサーの役割はここからここまで、リクルーターはここから担当するというような、はっきりとしたラインを引いていることが多いと思います。メルカリでは、あえて完全には分けず、ソーシングリクルーターはダイレクトソーシングをメインにしてポジションを埋めていく。タレントアクイションスペシャリストは、ソーシングもしつつも、他のチャンネル等も活用して、戦略的にポジションを埋めるという考え方です。どちらがシニア、どちらがジュニアということではなく、協力してオープンにフィードバックしながら、業務を進めています。最後に、自分たちでカルチャーを作る。それぞれのチームメンバーが主体的にチーム作りに参画するようなゴーボールドなチームです。ニックさんからのお話でもあったように、
私たち採用チームがハブとなって現場を巻き込んでメルカリとしての採用施策を提案していくことができる環境ですので、主体性だったり既存の枠や既存の採用手法にとらわれない大胆な考え方を常に持っていたいと思っています。もちろんヘッドカウントを埋めるということが私たち採用チームの一番のミッションです。ヘッドカウントを埋めるということ自体はシンプルに聞こえるかもしれないですが、どういう組織を作るためにどういう手法でどういう人で埋めるのかということを受け入れチームと議論してそれを実行するだけではなくて、ソーシングをすることによってマーケット感覚にも常にアップデートされた状態になるので、マーケットでメルカリがどんな立ち位置であり、テック業界全体はどんな動きをしていて、その中で私たちが何を目指すのかという大きい視点を持てるチームでありたいと思っています。私たちがダイレクトソーシングを重視しているのはこのビジョンがあるためです。次のページお願いします。はい、では最後に私たちタレントアクションチームで募集中の職種についてお話しさせていただきます。3つ募集しているポジションがあります。1つ目のシニアタレントアクションスペシャリストと2つ目のソーシングリクルーターに関してはインハウスまたはエージェンシーでのダイレクトソーシングの経験のある方を募集しています。シニアタレントアクションスペシャリストがリクルーターと呼ばれるダイレクトソーシングを含むあらゆるチャンネルを使って採用するプロジェクトマネージャー的なポジションで、ソーシングリクルーターがダイレクトソーシングをメインにするより候補者に近いテクニカルなポジションです。ご興味のある方はこの2つのポジションの違いなどに関してぜひ面談等で詳細を話しさせていただければと思います。3つ目のハイアリングマネジメントスペシャリストは担当ポジションを持つのではなく横軸で世界基準での採用の仕組み作りにチャレンジできるポジションです。こんな方を待ってますの3点目、採用業務以外にもプロジェクトや改善のアイデアがある方、やってみたいことがたくさんある方というのと、4点目、自らカルチャーを作りたい、主体的にチーム作りに参画したい方というのは3つのポジションすべてに共通するものです。ぜひメルカリの採用チームで私たちと一緒に世界トップクラスの多様性のある人材を採用し続けるというゴーボールドなチャレンジを一緒にしてくださる方の応募をお待ちしております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お二人からのチームワーク抜群の発表でございましたね。ありがとうございます。いくつかのチャットでご質問いただいたりもしていたんですけれども、ちょっと時間が押しているのでこのまま次に行かせていただきます。最後の Q&A タイムで回答するか、もしくはチャット欄で回答させてもらおうかなと思います。では改めて真帆さん、ニックさん、ありがとうございました。はい、ではスライド次にめくっていただいて、次は人事企画労務 People Experience のモッチーさんをお呼びしたいと思います。準備よろしいですか？大丈夫です。浅井ちゃんちょっと噛みましたね今。余計なとこ気づかなくていいんですよ。失礼します。じゃあいいですか？大丈夫です。はい、張り切ってどうぞお願いします。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。じゃあ早速、時間も限られているのでちょっと次のページをお願いできればと思ってます。People Experience でマネージャーをやっている望月と言います。結構珍しいかもしれないんですけど、入社して3年半ぐらい経っていて、ずっとここの、チームを見てやってきましたと。で、サッカーが好きなんですけど、ここに書いたとおり、僕、小島よしおにすごい似てると言われているので、覚えていただけると嬉しいなと思っています。で、よくメルカリで言われることが、僕3年半いるので、メルカリにちょっとでも興味あるみたいな方をお話しさせていただくことあるんですけど、すごくドライそうだねとか、昔のメルカリの方が楽しかったんじゃないみたいなことをよく言われるので、あえてここ書いてみたんですけど、やっぱチームビルディングとか結構多かったり推奨しているので、結構ウェットだなと、なんか多様な人はすごい多いなと思っていたんですけれども、一方でなんか人間関係とか心理的安全性を高めて、国家的なチームを作っていこうみたいなところを強く思ってる方がすごく組織として多くて、すごくウェットな関係だなと。なんかあんまドライというよりかは、どっちかというとウェット寄りな会社だなと思って、これは入社した時からのギャップでしたと。で、あとは、この後今日、ちょっと長丁場だとは思うんですけど、達夫さんの話から最後 HRBP の話とかまであるんですけど、話を聞いていただいたら一番楽しいフェーズなんじゃないかみたいなのは伝わると思いますし、かなり第2回目って言ったら変かもしれないですけど、なんかすごくまた盛り上がる瞬間が来るような予感がしているので、とってもこれからが楽しいフェーズなんだなと実感しているので、なんか私から見たメルカリみたいなのは、そうお伝えしようと思っておりました。じゃあちょっと次のスライドお願いします。で、
まあ、僕の自己紹介はまあサクッと終わりたいなと思ってるので、Go Bold All for One Be A Pro ってバリューがあって、まあ、僕もちょっと仕事する上で大切にしている、人事企画なので、ちょっと置きに行きたくなるところもあるんですけど、結構チャレンジしたくて、もうどん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 前へ行こうっていう感覚と、一方でなんか、1700人、800人の、人事の戦略とか、施策を打っていくときって、少し、ビビってしまう自分とかもいるんで、まあ、こんだけ準備したし、入念にやったから、大丈夫だと言い聞かせる部分と、ただ最終的に全員幸せになればいいなということで、オールハッピーピーポーという意識で仕事をやってますと。まあ、これちょっと語呂合わせで、まあ、全部、前とか、大丈夫、大丈夫とか、おっぱっぴとか、もうこれ全部小島よしおさんからもらった言葉で、僕はこれを仕事を進めてまいりましたが、すいません、ちょっと盛大に滑った感じあるので、ちょっと後で、ハサイちゃんと反省会をやっておきます。はい。じゃあ、次のスライドからがちゃんとした話です。はい。で、People Experience って、人事のどういったところを見てるかというところで、まあ、ちょっと薄くなっちゃっているので、主に評価報酬のチームだったり、人事労務の部分、あとは A ちゃんのポリシーって言ってですね、まあ、ワークスタイルとか、カルチャーの浸透とか、まあ、インターナルコミュニケーションっていうほどワイワイしているようなイメージ強いかもしれないんですけど、まあ、施策が意図した通りに、進んでいくのかみたいなのをちゃんと、測定していったりしていく。まあ、メルカリの人事の、ルールメイキングをしていくようなチームと。であったり、あとはもうウェルネスサポートっていう健康管理とか、ちょっとチーム数多いんですけれども、People Experience というチームをが、ここの領域ですよっていう紹介のスライドになってます。じゃあ次のスライドもお願いいたします。はい。で、今日、ま、どんなこと、主な取り組みもどんなことやってたっていうのも、軽くご紹介させていただこうと思うんですけど、こんな強い思いでやってますというところをちょっとだけ紹介させてくださいと。で、What is People Experience って書いてるんですけど。で、今日参加している方って、全員分かっているとは思うので、別にあえて言う必要はないなと思ってるんですけど、人って、まあ、我々変数だと思ってます。どういうことかっていうと、どういう社員の人、どういうメンバーが、どんな状態、それはウェルビーイングが、ここ、心身のコンディションが整っていますかとか、やりがいに満ち溢れているのかとか、メルカリって最高だな、この会社を誇りに思えるっていう状態の人もいれば、いや、ほんとなんかこの人たちってなんかバリューヒットしない人たちが集まってて嫌だなとか、明日仕事に行くのが楽しくないな、なんかこれってなんか両極端なイメージかもしれないですけれども、もうどういう、社員の人たちがどういう状態で仕事に取り組むかで、まあ、パフォーマンスって全然違ってくるなと思っているので、まあ、今日冒頭で達夫さんが話をしていた人と組織のウィンウィンみたいな話は出てあったと思うんですけど、いや、なんかビジネスを成功させましょうと、成功角度を上げるために人と組織のパフォーマンスを上げましょう。じゃあ人事って何やれるんですかって言った時に、じゃあ人のパフォーマンスを上げるためと、じゃあそのパフォーマンスを上げるための大きなレバーって何ですかって言った時に、ちゃんと、自社戦略の理解や納得感があるよとか、サービスが好きだよとか、一緒に働く人が好きだとか、そういった、まあ、このカルチャーが好きだとか、そういったその共感みたいな、僕は共感創造って呼んでるんですけど、そこを高めていく。これを、まあ、これが大きなレバーだと思っていて、まあ、ここを高めるための、はい、仕組みを、まあ、People Experience では意識をして、仕事を進めていますと。で、次のページお願いします。で、ここで初めて出てくるのが EX エンプロイエクスペリエンスというもので、この共感とか共感創造とか、まあ、もちろんやりがいとかもそうだと思うんですけど、この高めるためにどんな体験をしてもらうんですかっていうのが多分 EX だと思っていて、まあ、この EX を高めていくことが、まあ、パフォーマンスを、まあ、人と組織のパフォーマンスを高めていきますし、最終的にはビジネスの成功角度を上げていく。まあ、そういうイメージ、そういう戦略で、People Experience っていうのは、仕事を進めているというところなので、僕たちがやりたいのっていうのは共感創造なんですけど、まあ、そこだとなんか曖昧なので、まあ、どんな最適な体験、その共感とか誇りに思ってもらえるかどうかの高めるための最適な体験をどうやって提供していくのかっていうのを日々考えながらやっているのがこのチームの仕事になっていますと。はい。で、次のページお願いします。じゃあさっきちょっとだけ軽く触れた評価報酬だったり HR のポリシー決めていたり人事労務だったり健康管理とか労務の企画っていうチームがそれぞれ分かれていてやっているんですけれど、じゃあどういうEX 向上に向けて取り組んできたかと。で、今年アップデートした大きく3つの部分があるので簡単にご紹介だけさせていただくと、1個目が評価報酬の、これも2年ぐらいかけていた、まあ本当一大プロジェクトだったと思うんですけど、評価報酬制度
まあもうこれ本当会社のチェンジマネジメントだと思っていて、まあここの部分をやったっていうところと、ワークスタイル、カルチャードック。まあ今日はタトさん話してくださいましたけど、カルチャーを軸にしたワークスタイルのアップデートもしましたし、5月頃でしたかね、メルシーボックスに卵子凍結というところも、一子200万までというところですけど、アップデートをしていきましたというところです。で、今ちょうど、コメントのところにもリンクがあるので、メルカンの記事だったり、プレスリリースとか見ていただけたらなと思っております。まあ、評価報酬って本当にその、クォーターとか半期ごとに、やっぱり自分の成長の実感できるタイミング、最高の EX の、EX ジャーニーの一番その成長に寄与するタイミングだと思うので、まあ、ここに納得感をどう持たせたり、逆にメリハリのある評価をするためにはどういうメカニズム組んでいけばいいのかみたいなのは、大きくアップデートができたなと思いますし、今年は変えて、今回初めて1回目の評価があったんですけど、フィードバックとかのサーベイとかを見ても、ポジティブな声とかも多くてですね、いいチェンジマネジメントができた例だなと思っていますと。はい。で、まあ、Your Choice はツイッターとかでもかなり、SNS とかでも多くの方に見ていただけたので、今日そこまでお話はしないですけど、少なからず、この1700人、1800人の規模で、社員の人に、Your Choice っていうのは、あなたの選択ですよという形で、パフォーマンスが高まる、バリュー発揮が高まるワークスタイルを各々が選んでってくださいねという形を Your Choice と呼んでいて、そのワークスタイルをやりましたと。なのでこれはフルリモート、日本国内であればフルリモート、どこでも住む場所も関係ないですし、月15万を上限とはしていますけれども、交通費ももちろん出すので、最高に一番コンディションよく、パフォーマンスとバリュー発揮ができるようなワークスタイルを実現をしてきましたというところです。まあ、これもこのチームでやってきましたと。で、もう一個はメルシーボックス、卵子凍結って、まあ別にこの何か家族形成のサポートですかっていうわけではなく、やっぱりキャリア形成とか、何か、仕事を進める上で不安に思っていること、まあそういうのをダウンサイドって呼んでるんですけど、まあやっぱここら辺を会社が面倒を見てあげると、もしくは会社が支援してあげることで安心感を持って思いっきり働ける環境を後押ししたいなと思っていて、まあそういう由来でメルシーボックスがもともとできてたんですけど、まあそこに、女性特有、まあ女性に限らずですけど、男性社員の、奥様とかパートナーの方とかもそうだとは思うんですけれども、やっぱりなんか、ライフイベントの中でモヤモヤがあるとどうしても仕事のパフォーマンスも影響が出てくると思うので、こういった部分もサポートをしてパフォーマンスを高めるような取り組みっていうのはずっと、はい、やってきたので、まあ、この 1,2,3 を今年アップデートしてきました。詳細はプレスリリースだったりメルカンとかぜひ読んでいただけたらなと思っております。じゃあ次のスライドお願いします。で、今後やっていきたいこといくつか書いてあって、もうたくさんあるので言い切れない部分はあるんですけど、まあ、ストラテジックワークフォースプランニングっていう、もうちょっとグローバルでトレンドになってるんですけれども、まあ、ここはやっていきたいなと思う。まあ、何かっていうと、まあ、人員計画、ビジネス成功するときって、正しく採用計画通り採用が進んでいきますか、退社、まあ、あるいは退職とかですよね。適切な退社の率とかも見ていって、まあ簡単に言うと、正しい人員計画通り進んでいくことが、やっぱビジネスの成功確度にとっては重要な肝だと思っていますし、それが正しく適切にできているかどうか。で、じゃあ逆にそれが正しくできているんだとしたら、ロードマップと、要因、まあ、人員計画みたいなのを照らし合わせたときに、初めてこの二つが揃って、初めて適切な組織、構造を作り直したり、比重をどこにかけるのかみたいな話ができてくるので、やっぱここは戦略的な、人員計画、ワークフォースプランニングできるようなの部分は立ち上げて、より、強化していきたいなと思っている部分と、さっきEX のところに、関わってくるんですけど、どういう状態で、社員の人たち、メンバーの人たちが仕事を取り組むといいか、まあ、要は心身のコンディションですよね、が整っている状態。整ってない人が50人いました。新規事業立ち上げます。いや、絶対にその新規事業うまくいかないので、やっぱ常に、ウェルビーイングっていうところが整っている状態をやりたいなと。ただ、ウェルビーイングって楽してればいいってわけではないので、適切に、ウェルビーイングって、メルカリで考えてるウェルビーイングってはこうだと思っているという部分と、それを高めてあげる。セルフマネジメントしてほしいんですけど、一方で会社としてどんな支援をしていきますか、どういう責任を持って、会社としてもどういう部分をサポートしていきますか、みたいなのは、やっていきたいなと思っています。あとは、HR として先行指標を持つって書いてるんですけど、やっぱ組織のコンディションが、
青信号なんですか、イエロー信号なんですか、レッド信号なんですかと、グリーン、イエロー、レッドっていうのをちゃんと分かるようにしておきたいなと。まあ、ここら辺データドリブンなところは、後で、HR データのところで、金さんがお話ししてくれるのかなと思ってるので、まあ、ちょっと割愛させていただきますが、まあ、ここら辺書ききれないんですけど、どん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 やっていきたいなと思っております。じゃあ次のページお願いします。はい。で、僕、これもそろそろ、まあ、時間来るので、この1,2,3,4,5 なんか僕働いててどんなことが体感できてるかなみたいなのを並べてみましたと。まあ、EX をデザイン、メルカリの EX でデザインできる楽しさもありますし、一方でグローバル評価報酬って海外でどうやってるんだろうかとか、ウェルビーイングとかどうやってるんだろうかとか、そういったものをやっていく部分と、M&A とかやっていくので、労務の専門性とかあるので、まあ、ここは HR の専門性としてめちゃめちゃ見かけるなと思っていましたと。で、あとは、まあ、重要な意思決定であればあるほど全社員と対話して進める経験とかもすごく体感できましたし、最後、どんなロジックやってても、なんか成功が見えないもの、ビッグベットをしなきゃ、ユアチョイスとかもそうなんですけど、ビッグベットすることがあるんですけど、最後、ロジックだけではなくて、ある程度やっている人の熱量とかハートフルで、がない限り、誰も動いてくれないというか、誰もついてきてない部分もあるので、最終的に心で動くんだな、みたいなのは、なんか、このメルカリで3年間やってて、感じましたし、PX っていう、このセントラルの HR の人事の施策とか、EX のデザインとか戦略策定しているチームとしては、こういうのが体感できてとっても楽しいな、と思っておりました。はい。じゃあ次、はい、最後のページです。我々も実は募集しているチームが2チームあるので、多分この後コメントのところでリンク、JD のリンク飛んでくるかなと思っております。まあ変化を楽しむ柔軟性を持っている方とか、組織開発とか人事企画、労務の経験、持っている方いたらぜひ、お待ちしてますというか、一緒に EX のデザインをしていったり、働く最高の環境づくりをしていく人たちと、なんかパッションある方と一緒にやっていけたら嬉しいなと思ってるので、興味ある方いたら、ミーティーとかも開けているので、ぜひお話しさせてもらえたらなと思っております。はい。ちょっと押しちゃってたらごめんなさい。はい。以上であります。ありがとうございました。モチーさん、のっけからコメント大盛り上がりだったので、後でコメントじっくり読んでください。はい。そうです。場を温めていただきました。改めてお疲れ様です。で、モッチーさん、先ほど1個コメントで質問をいただいたんですけども、最後の全体 Q&A の時間でお答えいただこうかなと思うので、ご準備をお願いします。はい。では、お疲れ様です。ありがとうございました。はい。じゃあ、スライド1枚、はい、送っていただいて、次が人材開発についてです。新一郎さんをお呼びします。はい、はい、よろしくお願いします。山本です。よろしくお願いします。はい、じゃあ次のスライドで私の自己紹介をお願いします。皆さんはじめまして、山本慎一郎と申します。私はですね、この7月1日に、メルカリに入社したばかりというところで、まだ新しいんですけれども、ロールとしては2つになっておりまして、1つはですね、メルカリの日本事業ですね、日本のメルカリ事業の人事の責任者というポジションをやらせていただいているのと、もう一つがですね、今から皆さんにご紹介をしますタレントマネジメント、このタレントマネジメントグループのマネージャーを兼任させていただいてます。略歴としましては、新卒で P&G に入りまして、そこでいろいろですね、人事の基礎を叩き込んでいただきまして、その中で工場の人事の責任者をやったりとか、日本と韓国のタレントマネジメントをやったりとか、そういうことをやらせていただいて、でその後 J&J に移りまして、ビジョンケアカンパニーというコンタクトレンズを売っている会社ですね、そちらの人事の責任者をやらせていただきました。で直近では、GE という会社に、所属させていただきまして、アジアパシフィックの、HR ビジネスパートナーであったりとか、日本の、HR ビジネスパートナーのリーダーをやらせていただいたりして、この7月にメルカリに入社をしたというところになります。で私から見たメルカリというところは、今の経歴とも関係がするんですけれども、やっぱりこれまでグローバル企業で働いてきた中で、いろいろですね、制約もある中でこうやってきたところはあったんですけれども、やはりメルカリというのはここ日本から始まって、今後グローバル化を目指して大きくなっていく企業、そしてそのヘッドクォーターで働けるというのは、日本初のグローバルスタンダード、組織、人に関するところですね、そういったものを打ち出していける環境があるなと思っていて、
あとはその可能性があるというのは、ここに今日登壇している HR のメンバーもそうなんですけれども、皆さん本当に UI はですね、すごいフレンドリーで、とっつきやすいですね、UI をしているんですけれども、一歩中に踏み込むと本当に熱くて、深く考えて、本当に正しきを正しくやろうとしているメンバーが揃っている。そういう意味で、大勝負ができる場所なんじゃないかなというふうに思っています。では次のスライド、よろしくお願いします。タレントマネジメントというのはここですね。COE の中で、名前はオーガニゼーション&タレントディベロップメントとなってますけれども、タレントマネジメントというところでここにあります。次のスライドお願いします。タレントマネジメントのミッションはですね、メルカリにおける社員の成長機会を、どん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 増やしてですね、社内で成長機会を増やして、またそれを社員にしっかり最適分配をすることで、個人の成長を最大化していくと。それによってメルカリグループの非連続的な成長に、個人の成長という観点から貢献をしていくというところになっています。はい、コンセプトとしてはですね、メルカリらしい、育成カルチャーと仕組みの、構築や浸透ということもありますし、また、多様性のある、経営人材プールの構築育成、そして、人的資源の、戦略的活用をサポートするシステムプロセスの構築というところを、コンセプトに掲げています。次のスライドお願いします。で、具体的にどういうことをやっているのかというところですけれども、特に今フォーカスしているのはこの3つの柱になってます。1つはですね、リーダーを作っていくこと。やはりこうメルカリという事業がこう継続的に成長していくためには、我々社内からですね、やっぱりこうメルカリのバリューを体現したリーダーというのを作っていく必要がある。しかもそれが確率的なリーダーではなくて、非常に多様性に富んだリーダーというのを作っていきたいと思っています。そのためのプロセスであったり、仕組みを構築していくところ、そこをですね、HRBP とも協力をしながら作り上げていっているというのが一つ目になります。二つ目はですね、リーダーの人材の育成だけではなくて、やはり社内にいる全ての社員がですね、メルカリの外に出なくても、メルカリの中で常に成長機会を見出して、継続的にチャレンジをしていけるような、そういった仕組みやプロセスの構築というところをやっています。3つ目ですね。3つ目は、その個人の能力とかがですね、いくらこう成長していっても、それが見える化されていなかったら、どの方をどこにアサインするのがいいのかとか、どの方をどういうふうに活用したらいいのか、そのチームの中のダイナミズムはどうなっているのか、そういったところが見れないと思います。なので、ここはですね、HR のデータマネジメントチームともですね、協力をしながら、人材情報の見える化を徹底していって、それをビジネスの適材適所の仕組みに反映していく、そういったことを集中してやりたいなというふうに思っています。具体的な施策としては右に挙げられているようなですね、タレントレビューであったりとか、リーダーシップトレーニング、エグゼクティブメンタリングとかですね、皆さんの会社でもやってらっしゃるような取り組みもあるかと思うんですけれども、このあたりをしっかり戦略的にやっていくというところに取り組んでいます。次のスライドお願いします。ここはですね、少し噛み砕いてですね、メルカリのタレントマネジメントというところに皆さんに入っていただけたら、要は何ができるのかというところを簡単にまとめてみました。一つはですね、その枕言葉にもちょっと書いたんですけれども、メルカリという会社は今、エクスパンジョンフェーズといいますか、こう成長を加速させる組織へと転換しているというふうに思っていまして、これまではやっぱりこう事業をですね、爆発的にこう小さいところから大きくしてきて、人もですね、どんどん外からも取ってきているところなんですけれども、やはりここからさらに大きな、人スケールを大きな企業になっていくためには、社内でしっかり人材を育成して、マネジメントしてやっていく必要があります。そういった環境の中で、ここに書いてあるような4つ、1つ目、常に成長を続けるメルカリにとって、必要なリーダー要件を定義してアップデートしていくということもできますし、多様な人材が社内でそのポテンシャルを開花させて、阻害要因を超えてバリュー発揮できる環境を整備していく。また、適切な人が見出され、適切に診断され、適所に配置されることで事業成長を最大化させる、人的資源配置をサポートする仕組みを作る。あとはですね、人材がメルカリの中で持続的に成長し、新しい挑戦に臨んでいける、そういった仕組みを作ると、こういったことが皆さんが入っていただけたらできます。最後のスライドお願いします。はい、次のスライド、これですね。というところで我々、タレントマネジメントスペシャリストの採用をしておりますので、ぜひですね、組織開発、タレマネ経験のある方であったりとか、その中でも、
まあ、あの既存の考えだけじゃなくて新しいことにもトライしていきたいというところがある方、また、メルカリという会社の、企業理念に共感をして組織の成長に本気になれる方で、まあ、新しい会社でもありますし、新しいものを作るときは必ず粘り強さというのが必要になってきますので、目的達成のために粘り強くやりきれる方、こういった方を求めていますので、ぜひご応募お待ちしています。以上です。ありがとうございました。さあ、それではサクサクいきましょうか。次がですね、バトンタッチでスライド次お願いします。はい、人材開発の方に行きますので、新一郎さんはここまでです。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、では次はかなえさん。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では皆さんこんばんは。L&D とグローバルオペレーションズチームというチームのマネジメントをしております橋本かなえと申します。よろしくお願いします。次のスライドお願いします。簡単に私の自己紹介からさせていただきます。私は学生の頃からですね、人事の仕事に興味があった結構珍しいタイプでして、就職活動も人事部で仕事がスタートできる会社を探しまくってですね、就職活動をしておりました。で、P&G の人事からキャリアをスタートしまして、その後独立をしまして、そしてここ数年はですね、自分の会社もやりながら、ラグジュアリーブランドで人材育成だとか人事全般のお仕事をさせていただいておりました。で、また最近ではですね、地方自治体といった、まあ、いわゆる業績とか、売上などとは無縁の世界の、人事のお仕事もお手伝いをさせていただいております。メルカリに入社したのはこの5月です。あっという間に5ヶ月が終わろうとしています。メルカリに入る前と入った後のイメージは大きくは変わってはいません。素敵な人が多いなという印象です。メルカリのバリューの一つにオールフォーワンというのがあるんですけれども、みんなすごく温かな気持ちでサポートし合いながらオールフォーワンを体現しているなと日々感じています。今日はですね、実はメルカリ T シャツを着ているんですが、ちょっとロゴが下の方にあってですね、見えなくて残念なんですけれども、メルカリとってもいいなと思いながら、毎日ご機嫌に働いております。では次のスライドお願いします。さてですね、メルカリで私のチームについてちょっとご紹介したいと思うんですが、人材開発に関するチームには4つのチームがあります。まあ、5つあるんですけれども、GOT、後ほどご紹介する GOT というチームはその中に2つありますので、実際には4つのチームということになります。1つ目がですね、People Development というチームです。これはメルカリグループ全体の研修だとか、研修の企画運営をメインに行っているチームになります。二つ目はランゲージエデュケーションチーム、 LET というふうに呼んでいますけれども、言語、メルカリにおいては日本語と英語になりますけれども、その言語の面から個人とチームのパフォーマンスを上げるための企画や運営を行っているチームです。そして三つ目がグローバルオペレーションズチームですね、GOT というふうに呼んでいます。ここには2つチームがあります。こちらも言語は使いますけれども、通訳や翻訳を通して、チームのコミュニケーションをスムーズにしたり、グローバル化に関するプロジェクトだとかアプリのローカライゼーションを行っているようなチームです。こちらのチームについては私のこのプレゼンテーションの後に不安というねものから紹介させていただこうと思っております。そして最後になりますけれども、 D&I のチームです。経営上の最優先課題の一つではもありますけれども、D&I の推進というものを、メルカリは非常に力を入れております。D&I の推進について施策を策定したり運営したり、組織の隅々まで浸透させるということを行っているチームです。では次のスライドお願いします。今日はですね、メインで、People Development チーム、それから D&I チーム、LET チームが提供している、ラーニングの機会、まあ、つまり、研修だとかワークショップなどの例を、ご紹介したいと思います。GOT に関しては後ほど ご案内いたします。今ご覧いただいているスライドの左側ですね、こちらは現在提供中のものですけれども、現在ですね、ビジネスと組織のグローバル化を背景に、それを支えることができる組織づくり、人材づくりというところに力を入れております。現行のコンテンツのバージョンアップはもちろんなんですけれども、新しく提供していく研修などの開発を精力的に行っています。
メルカリでは社員の従業員体験というものをより良いものにしようというふうにして、様々なタッチポイントで工夫をしています。L&D にとっては、入社前からそのタッチポイントが始まるというふうに思っています。新入社員のオンボーディングは L&D チームだけではなくって、もちろん採用のチームとも連携をしていますし、受け入れ先のチームだとかメンター、マネージャーと一丸となって新しい方をお迎えしています。入社して3ヶ月以内に自走してメルカリのバリューを体現できるようにサポートしています。現在はよりメルカリへの入社にワクワクを感じていただけるようにプレオンボーディングも含めてバージョンアップ中でございます。そしてマネージャー向けにはですね、新任マネージャーを中心にチームの運営の仕方とかコーチングフィードバックなど、いわゆるマネージャーが知っておくべきコミュニケーションですね、そういったところの研修を行っています。今後ますます組織規模が拡大してビジネスのスピードアップをさせるためには、やっぱりマネージャーがチームの力を最大化していく、チームの力を引き出していくという必要がありますので、マネージャーのレベルアップというところに力を入れていく予定です。またメンバーに対してもオンボーディング期間だけではなくてですね、継続的なラーニングの機会を提供していく予定です。さてですね、メルカリが D&I にね、力を入れていることはご存知の方も多いと思いますけれども、ちょっと次のスライドに一旦移動してください。ありがとうございます。メルカリが D&I を推進する理由は、構造化された差別や機会の不平等、不公平を是正することです。それによって多様な人材が多様な意見や経験を共有し合って、プロダクトを通してお客様にとっても多様性が尊重されるサービスを提供することができるというふうに思っています。で、それはですね、今やメルカリというアプリは社会の好機となってきているかと思いますけれども、メルカリが社会的責任を果たすという意味合いでも重要だというふうに考えています。次のスライドお願いします。社員の草の根運動的に D&I の活動っていうのは始まりましたが、今や経営陣も含めたトップからの強いコミットメントともに、推進力を増している状態です。ボトムアップの部分では従業員が自発的に作って活動しているコミュニティがありますし、先ほど申し上げましたトップダウンでは CEO の山田慎太郎がチェアパーソンをしている、組織横断的な、D&I カウンシルというものがあります。そして D&I を推進するための研修はですね、内製化して行っています。スライドを2枚戻してください。はい、ありがとうございます。で、こちらでですね、 D&I 推進というところをご覧いただければと思うんですが、D&I セッションとかアンコンシャスバイアスワークショップとか、コミュニケーションチームビルディングなどのワークショップというのが、この D&I 関連の、研修だったりワークショップだったりします。アンコンシャスバイアスワークショップは社外の方々にもご活用いただけるようにスライドやトレーナーガイドを公開していますので、ぜひご参考になさってください。Google でですね、メルカリダイバーシティ研修みたいな言葉で検索していただけるとヒットすると思いますので、ぜひ、見ていただければと思います。そしてですね、LET、言語を扱っているチームでは、日本語や、英語のクラスだけではなくてですね、優しいコミュニケーションズというワークショップも展開をしています。メルカリでは、どちらかの言語に寄せるという考えではなくてですね、多様な人材が自分の意見を言いやすい、またチーム一人一人、チームの中で一人一人が言語が理由で取り残されるようなことがなく、きちんとインクルージョンされる環境を作るという意味でも歩み寄りの姿勢というのをとても大切にしています。そのような、啓蒙、それからやり方のコツみたいなものを優しいコミュニケーションズではお伝えをしています。今後はですね、ビジネスと組織のグローバル化がますます加速していきますので、先ほどお伝えしたような、メンバーに向けてのスキルアップ、それからマネージャーのスキルアップはもちろんですけれども、D&I のさらなる推進、そしてメルカリとともに一人一人が成長を感じられるような、さっき達夫さんからね、ウィンウィンマックスとかっていう話もありましたけれども、そういうところが感じられるような育成施策や成長のためのサポートを行いたいというふうに思っています。次のスライドお願いします。最後にですね、こんなチームにして、次ですかね。はい、ありがとうございます。最後にこんなチームにしていきたいという、お話をさせていただきます。L&D と GOT のミッションはですね、
メルカリのバリューに基づいたラーニングカルチャーの醸成を通じてビジネスを前進させるとともに一人一人の成長を最大化するということです。そのためにはですね、いわゆるナイストゥーハブの、検証をするんではなくって、ビジネスの視点で考えて、きちんとソリューションとして、提供できる、施策というものを、展開していきたいというふうに思っています。そのためには人材育成だけではなくって、ビジネスに関しても、専門知識やスキルを常に磨いていきたいと思っていますし、一人ではできないことを補いながら、オールフォーワンで協力し合うチームでありたいなというふうに思っています。次のスライドお願いします。チームとして今後取り組んでいきたいなと思うことですけれども、ビジネス視点で考えるというところになりますと、やはりですね、変化や曖昧さといったような、不確実な変数が多い中で、人材育成っていわば中長期的な意思決定になるかと思います。そこの部分をいかにスピード感を持って打ち出していけるかというところは、非常にゴーボールドなところだと思いますし、積極的にやっていきたいなというふうに考えています。専門性やスキルに関しては、まだチームの中でも個人のばらつきが大きいところですので、一人一人のスキルアップはもちろんですけれども、チームの力として資産になるようにやっていきたいなと思っています。そして、オールフォーワンですけれども、ハイブリッドワークですね、これがますます進んでいくと思います。一人一人のパフォーマンスを上げることはもちろんですけれども、先ほどお伝えしたように、私のチームは4つのね、チームがありますので、チーム間のシナジーというものはもっともっと生み出していけるんじゃないかなというふうに考えています。はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、そんな L&D と GOT の、チームのうちですね、まずご案内したいのが、People Development、いわゆる研修をやっている、ね、チームの中で、現在 L&D スペシャリストというポジションを募集しております。ご興味がある方はですね、ぜひコンタクトしていただければなというふうに思っております。ぜひゴーボールドな、施策を一緒に、展開していきませんか。よろしくお願いします。はい。では、私のプレゼンテーションは以上です。この後は、グローバルオペレーションズチームのファンにバトンタッチをします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは、かなえさんの配下にいらっしゃるグローバルオペレーションズチームのファンさんにバトンタッチです。OK? はい、OK です。はい、皆さん、こんにちは。聞こえますか？はい、皆さんこんにちは。今日はグローバルオペレーションズチームについてご紹介します。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介させていただきますね。はい、フワンと申します。本当はフワン・ダニエル・ガルシア・マエストロ・ピエトロという名前なんですけれども、覚えやすい方にフワンと呼んでください。もともとアルゼンチン出身で、2012年に大学院生として来日しました。2019年の5月からメルカリに入社して、グローバルオペレーションズチームにおいて主に翻訳通訳を担当しております。また先ほどかなえから説明があった通り、メルカリにはプライドアットメルカリという、D&I の中でエンプロイリソースグループ、従業員リソースグループというコミュニティがあるので、入社してからLGBT プラスの社員にとって働きやすい環境を作るために活動しています。現在はプライドアットメルカリのリードもさせていただいております。で、私から見たメルカリは多様な人が集まる生き生きとした場所です。とにかく毎日楽しいです。本日はよろしくお願いいたします。はい、次のスライドで。はい、早速ですが、私たちのチームはここに位置しています。グローバルオペレーションズチーム、省略して GOT1、GOT2 に分かれています。はい、次のスライドで。はい、では GOT とは何かと一言で言いますと、メルカリにおける多言語コミュニケーションを担当するチームです。はい、次のスライドで。メルカリには多様な人々が働いています。メンバーは現在40カ国以上から集まっていて、外国籍のメンバーは約2割になっています。エンジニアリング組織において外国籍のメンバーは 50% 以上です。このような
まあ、多様性のある環境の中で私たちのチームは主に日英英日の翻訳通訳とロカライゼーションを提供しています。はい、次のスライドで、はい、ではそもそもなぜこんなチームが必要かということを詳しく見ていきましょう。メルカリが掲げている新たな価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを作るというミッションを達成するたびに、まあ、いろんな課題に取り組まなければならないわけですね。その2つとして次のスライドにあるんですけど、まあ、言語の壁を超えることと、まあ、プロダクトのグローバル化に関するこの2つが考えられます。1つ目、まず世界中の人たちと一緒に働く必要があるわけですね。はい、次のスライドで、言うまでもなく、メルカリは優秀な人材を採用したいと考えています。まあ、それはそうでしょう。他の会社と同じですよ。しかし、まあ、最適な人がいるのに言葉が通じないという理由だけでその優秀な人が活躍できない企業も少なくありません。これに対してメルカリのグローバルオペレーションズチームは、誰もが効果的にコミュニケーションをとって最大限のパフォーマンスを発揮できるように翻訳通訳のサポートを行っています。はい、次のスライドで、一方でですね、世界的なマーケットプレイスを作るにあたり、まあ、世界中のお客様にプロダクトを提供できるように私たち GOT は言語面からもプロダクトをサポートしております。はい、次のスライドで、はい、具体的な取り組みはご覧の通りです。社内資料やプロダクト開発、海外展開に伴うドキュメントの翻訳や IR、インベスターリレーションですね、やメルカンの記事を含む社外向けのドキュメントの翻訳、そしてチームミーティングとオールハンズやオープンドアの社内外のイベントでの通訳ですとか、グローバル化に関わるに関するプロジェクトと、まあ、フリマアプリメルカリのロカライゼーションを担当しております。はい、次のスライドで、はい、このような役割を果たしている GOT ですが、まあ、業務に取り組む上でチャレンジがいくつかあります。大きく D&I 成長機関機械、そしてオペレーション上のものに分けることはできるんですね。 D&I 面で言いますと、さまざまな国籍背景表現方法のある人が集まるわけですから、みんなにとって正確に分かりやすく翻訳と通訳をする必要があるわけです。またインクルーシブな環境づくりにも貢献しなければならないですね。よくある GOT がいるから、翻訳とか通訳があるからもうグローバル企業ですとか、インクルーシブな環境はもうすでにできていますということではなくて、非ネイティブのメンバーがいることを全社員に常に意識してもらうために、先ほど LET ランゲージエデュケーションチームと D&I ダイバーシティ&インクルーションのチームと連携しています。成長機会で言いますと、とにかくトピックはバラバラです。翻訳する資料や通訳する内容は様々ですから、テクニカルのものもあればビジネス系のものもあったり、なので正確に読み手と聞き手に伝わるように常に準備と勉強をしています。オペレーション面で言いますと、1,500人、1,700人ぐらいですねからの依頼を管理しなければならないわけなので、スラックの連携であったり依頼フローの見直し、そして、まあ、スタンドアップミーティングを導入して運営をしております。翻訳の質とそのスピードを向上するためにキャットツールという翻訳ツールを導入したり、あとコロナでリモートで通訳することになったので、ワークフロムホームの環境を常に見直したりしています。それから、まあ、今後は多言語のさらなる強化が見込まれるので、プロダクト開発の一環として GOT を取り入れる必要があるのではないかと思っています。
はい、次のスライドで。はい、GOT チームは今後とも文化やコミュニケーションの壁を取り除き、正確なメッセージを伝えることで、メルカリグループのビジネス拡大に貢献するコミュニケーションエキスパートを目指しています。はい、次のスライド。はい、最後にチームの構成について簡単にご紹介します。GOT チームは、主に翻訳とロカライゼーションに取り組む GOT1 と通訳にフォーカスする GOT2 の2つに分かれています。もちろん同じ GOT なので、GOT1 のメンバーも通訳をしたり、GOT2 のメンバーも翻訳はしたりしています。全部で日本、アメリカ、シンガポール、トルコ、で僕はアルゼンチンですね、でカナダから の11メンバーが所属しています。はい、最後になりますが、最後のスライド。はい。そういうわけで、GOT はもう翻訳者、通訳者を募集しているので、興味ある方はぜひ応募していただければと思います。リンクはコメント欄からアクセスしてみてください。はい、私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、フアンさんありがとうございます。お疲れ様です。さあ、皆様たくさんのチームが発表し続けているので、お疲れの方もいらっしゃるかな。ぜひ食べながら飲みながらリラックスして聞いてもらえたら嬉しいです。今のところほぼオンタイムなので、8時までの予定になってます。さあ、もう折り返しとなりますけれども、次は HR データの金さんをお呼びしようと思います。金さん。はい、こんにちは。こんにちは、お願いします。はい、よろしくお願いします。では次のスライドお願いします。はい、自己紹介も兼ねてですけれども、HR データ関連のことをお話ししていきたいと思ってます。お時間限られているので、システムとかのデータの話って結構、細かい話がどうしても多くなってしまうので、結構抽象度高い話になるかもしれませんが、よろしくお願いします。自己紹介させていただきますと、秋田金一と申しまして、私は2021年の5月1日にメルカリに入社しまして、今 HR チームのマネージャーをやっております。経歴としては、新卒でソニーの子会社のプレステやってるところに入りまして、一人 HRIS データインプットオペレーション担当みたいなことから始まり、いろんなことをやって、採用人材開発業務以外は一通り人事のことをやったと思ってますと。でも結局いろいろやった中で、システムが一番性に合うなっていうふうに思って、キャリアを尖らせていきたいなと思って、LINE に転職し、その後、メルカリとご縁があって入社することになりました。私から見たメルカリはということで、思うことはですね、表面的じゃない熱量を感じることがすごい多いなと思うことです。私入ったのが今年の5月1日なので、面接からも完全にリモートでやってますし、今までオフィス行ったこともワクチン打ちに行っただけで1回2回ぐらいあるぐらいなんで、チームメンバーとか上司ともまだ直接会ったことはないですと。ただそれを感じさせない、なんかこう温かみを感じることが多かったり、入社時もすごくウェルカム感があったりして、こうリモートで入社したなって感覚はあんまりないというのが感想です。あと、トラスト&オープネスとか D&I とかバリューの浸透とかって、1000人超えた会社とかだと結構下に落ちていくにあたって熱量がどんどんなくなってくるもんだと思うんですけど、メルカリだとあんまりそういうことが感じにくくて、なんかいつまでも熱量が高いまんまだなっていうのが単純にすごいなというふうに思っています。次のページお願いします。HR データのところはこちらの周りの組織になっていますが、詳細は次のページ以降で説明させていただきます。次のスライドお願いします。まず、背景の説明をさせていただきたいんですけれども、もうすでに説明が、達夫さんとかからもあったように、海外進出進む中で、社内や組織の多様化が、進んでいます。なので、コミュニケーションがハイコンテクストからローコンテクストに変化してきて、今以上にまたローコンテクスト化が求められることになってくるという状態になっています。次お願いします。そういった背景もあるので、今後、人事やマネジメントっていうのが、今まで感覚でやってきたっていうところの意思決定にデータを元にしてやっていくっていう要素が求められるようになってきました。次お願いします。そういった背景もありまして、この HR オペレーションという組織が立ち上がることになって、人事データとかその周辺のプロセスを管轄しています。
で、HR オペレーションの下には、私がマネージしてます HR インフォメーションシステム、HRIS という組織と、兄弟組織である HR データマネジメントチーム、HRDM という組織があります。ミッションとしてはですね、すべての施策のベースとなる人事データが正しくインプットされる滑らかなプロセスを構築して、意思決定を効果的に行う、意思決定を効果的に行えるデータをアウトプットするというところが、ミッションになっていて、これを達成できるように日々、取り組んでいます。次お願いします。それぞれのチームの取り組みの概要を話しそうと思うんですが、今日私が話しているので、主に赤枠の HR インフォメーションシステム側のお話をさせていただきたいと思ってます。上から人事データの一元化というのがありますが、これは、今、メルカリではワークデーという人事システムを使っているんですけれども、その導入前はスプレッドシートや他のシステムも使っていて、元データが結構分散していたっていうところを、昨年5月ですね、ワークデーを導入することによって解決を図っています。ただ、実情としては導入してまだ1年くらいなので、課題もかなりたくさんある状態になっていますが、徐々にワークデーに集約できる部分も増えてきておりまして、一定の成果が出ているという状態です。ただ一元化するとは言っても、やみくもになんか全部ワークデーにしましょうとかそういう話ではなくて、ワークデーのいいところと、ちょっと使いづらいシステムの部分がどうしてもあるので、そこは、状況を考慮した上、特にエンプロイエクスペリエンスを考慮した上で、あるべき一元化の姿ってどういうものだろうっていうのを考えながら、やっていくっていうところが重要になると思っています。で、2点目は、プロセスの滑らかさ向上というところで、これは、改善施策なんで、ここまでやったら終わりですっていう類のものではなくて、もうずっと改善を続けていくっていう類のものになるんですけれども、2種類のアプローチがあるかなというふうに思ってます。1つ目は、ワークデーというシステムがもともとはアメリカの発祥のシステムなので、日本企業の組織人事監修からすると、なんでこんな操作するのとか、なんでこういう入れ方するのみたいな、ちょっと癖のある操作が必要になることがあるんですけれども、まあそういった前提なので、逆にもうその仕組みに、グローバル企業になるんであれば、その仕組みに合わせてしまうっていうアプローチの方法があると思ってます。もちろんアメリカの企業のやり方がいいっていうところではないんですけれども、まあ基盤システムがアメリカ初っていうところなので、その考え方に合わせた方がスムーズにプロセスが動きますよねっていうアプローチの仕方が一つあると思ってますと。もう一個は、まあメルカリのやり方っていうのに合わせて、何ですかね、メルカリのやり方に合わせて、システムを合わせていくというやり方があると思っています。ただこれはちょっとうまくやらないとスケーラブルというか柔軟性がなくなってしまったり、今後例えば第三国次の国に展開していくであったりとか、新しい会社ができた時っていうところに拡張性がちょっとなくなっていくっていうところの恐れもあるので、今言った2つのアプローチのちょっとバランスを見ながら滑らかさを引き続き向上していきたいなというふうに思っています。で、最後、ID アクセスマネジメントの基盤構築というところがあるんですけれども、これ一番最初の一元化の部分とも結構絡みが深いんですけれども、ワークデーというものをソースオブトゥルース、まあ私の前々職のソニーだと神様データとかいう呼び方をしてたりしたんですけれども、まあデータを一元化して、そのデータが絶対正しいっていうことを元にして、下流システムに流していく。で、その下流システムに流していった結果、そこで ID が発行されたり、アクセスできる、できないっていう制御をするっていうところを目的に活動しています。これかなりHR での活用というよりは、どちらかというとシステムとかセキュリティ周りでの活用というところなので、かなり HRIS っぽい仕事の部分になってます。はい。で、兄弟組織の HRDM についてはちょっと後ほどまた触れたいと思います。はい。次のページお願いします。で、今後の展望といいますか、まあ現状こういったことをしていきたいみたいなところの説明になるんですけれども、また少し抽象的になりますが、この3つの柱を意識して HRIS は活動していきたいなというふうに思っています。一番上が生命の領域ですね。これはデータの一元化につながる部分なんですけれども、まあワークデーとかを使うの新機能とか新しいプロセスを導入することで、よりたくさんのデータを集めて、より一元化を進めていって、まあ、神様データの範囲をより広くしていこうっていう、そういうアプローチの柱です。二つ目は真ん中なんですけれども、滑らかさの向上、既存プロセスの改善、既存機能プロセスの改善という部分で、これは先ほど述べた滑らかさの向上につながる部分なんですけど、神様データの精度と、
あのプロセスの滑らかさも継続的に向上させていくっていうところを取り組んでいます。で、3つ目はゴールキーパーとして位置づけてるんですけども、まあ、いわゆるルーチン業務をちゃんとやりましょうっていう話にはなるんですけれども、まあ、ルーチン業務、ちょっと地味なところであるんですけど、そもそもこれが動かないと、あの、アカウントが発行されて仕事ができません。されなくて仕事ができませんっていう事態になってしまったりとか、ちゃんと給料がお支払われませんとかっていう、そもそも根本的になりゆかない事態に発生してしまうっていうところがあるので、ここは結構できて当たり前っていうふうに思われている部分もある業務ではあるんですけども、ここをしっかり守っていくっていうところが必要になる業務だと思ってます。方針としてはですね、この3つをバランスよくちゃんとやっていきたいなっていうふうに思うんですけれども、実態としては、まあ課題も多い部分もあって、結構ゴールキーパー業務に人材とかリソースを割かなければいけない状態っていうのが現実的にはあります。一方で、P&C、People and Culture の、あの他の部署からは、やっぱりデータのニーズっていうのは非常に多くて、こういったデータが取りたいとか、こういったデータってワークデーから出せますかとか、そういった要望はかなりたくさんいただいていて、我々もそれに応えていきたい。っていうあの意思もありますが、まあ、ないそれでは、ないそうでは触れないっていう部分もあったりするので、あの現状はちょっと優先順位をつけながら対応できるものから対応していきますっていう形になっているのが現状ですので、ちょっとここにあのより注力していくために今、人を募集して、一緒にやっていただける方っていうのを、募集しておりますという感じです。はい。では、次のページお願いします。はい。では、兄弟組織の DM のところで、HRDM のところで少し触れたいと思います。一つ目、彼らのあの、展望の一つ目というところでは、あの、オブジェクティブ1、WAT の部分で書いてあるんですけれども、これはあの、2ページ前で、人事データ分析とコンサルティングと、あの、横に書いていた部分につながるんですけれども、まあ、分析できるデータの範囲っていうのを広げていって、意思決定できる範囲を広げていくと。いうところを目的としております。これによって、あの、正しい優先順位っていうのがつけられて、何から取り組んでいくべきかっていうのがデータとしてきちんと提供できるっていう状態を実現できます。というところを目的にしています。二つ目は横軸の部分で、Who と書いてある部分ですね。これは、あの、人事データの民主化というふうに2ページ前で書いた、あの、ところにつながる部分なんですけれども、あの、HR のデータを HR だけに閉じないで、もっとマネージャーとかに展開をして、HR 関連のデータを見える人を増やして、自分でデータを見て、自分で課題を見つけて、自分で改善していくっていうアクションをつなげていくっていうところを目指しています。で、三つ目のところはデータインフラストラクチャーの構築というところで2ページ前には書いてあった要素にはなるんですけれども、あのワークデー以外にもあのサーベイとかワークデーで取ってないデータとかもあるので、そういったものをデータインフラストラクチャーに集約をして、WAT と Who の拡大の基盤にしていくというところを目的に、DM の方は活動をしています。はい。次のページをお願いします。はい。では、ちょっと、HRIS の魅力というところであの採用のイベントなのでお話ししたいなというふうに思ってるんですけど、昨今のトレンドもあって、こういったあの HR データを活用して何か HR のアクションをしていきたいっていうところは、あのどの企業にもある程度共通する部分かなというふうに思ってるんですけど、ここが私はメルカリらしいなというところを挙げるとすると、まず1点目が一番これは私が HRIS として魅力かなというふうに思う部分なんですけども、この成長のフェーズの会社で、日本初のグローバル企業で、しかもワークで使ってる。まあ、あの、人気というか、あの、有名な SaaS を使って人事オペレーションシステムを構築してるっていうところは結構あまりないのかなというふうに思っています。メルカリの規模を考えると、ワークで少しトゥーマッチなシステムとちょっと言われても、まあまあそうですねという感じの状態なんですけれども、これはあのメルカリは絶対その大企業の規模に到達するっていうあの強い意志を持ってあの先行投資したっていうものの表れだと思っています。私も実際この点非常にあの転職活動するときに惹かれました。で、もうちょっと規模が大きくなってしまうと、グループ会社だったりとか、それぞれのオペレーションがもうガチガチに固まってしまって、変えましょうって言ったとしても結構もうプロセス整理とか変えるアクションをするだけで数年規模かかってしまったりってするケースもあの、あったりしますと。で、それを無理やりやった結果、なんか結局使いづらいね。大変だね、オペレーションがっていうような感じのものになってしまうケースがある中で、このフェーズでやれるっていうことは、まだ変えられる柔軟性っていうのも非常にまだ高いのかなというふうに思っています。逆にもっと規模がちっちゃいと、そもそもあの HR のオペレーションとかってもっとデータとか使わなくても回せるじゃんっていう意識になるので、データの意識がそもそも
もう少し薄くなってしまうので、あのこういったポジション自体もちょっとできないのかなっていうふうに思っているので、結構稀有な立ち位置の、あの、なんですかね、稀有なフェーズで HRIS が、活躍できるあの会社なのかなというふうに思っております。2点目は、最近発表された Your Choice で業務ができるということで、これは別に HRIS に限った話ではないんですけれども、HRIS は、あの、ワークでのアクセス等々も別にリモートでできますし、基本的には自走して結果を出していただければ、別にフルリモートであっても、どういう形であっても問題ないというのが、あの、見解となってますので、もし、あの、そういうところがネックになっている方っていうのがいらっしゃれば、ぜひぜひ、あの、応募いただきたいなというふうに思っています。3点目も特に HRIS に限った話ではないんですけれども、現在の HRIS メンバーってほとんどワークデーが未経験のメンバーで構成されてますと。で、日本市場でワークデー使ったことありますっていう方ってまだまだ珍しい状態なので、今日もしご覧になってる方いらっしゃって、あの、ワークデー使ったことありますっていう方がいらっしゃれば応募いただきたいなというふうに思っています。そういったワークデー初心者の、あのメンバーが多い中で導入して1年ぐらいで、なんとか運用も回しているっていうのは、私本当に入っていろいろオペレーション見て、あの、本当に HRIS もやったことない人たちがこの制度できちんとオペレーションを回してるんだって素直にちょっと感動したところがあって、まあこれからその制度をもっと高めていかなければいけないっていうところはありつつ、あのそういったものを実現したのは本当にチームメンバーのこのバリューの発揮の成果なのかなというふうに思っているので、新しい方が入ってもこういうことを維持していきたいし、よりあの、このバリューを高めていけるようなチームにしていきたいなというふうに思っています。はい、では次のページお願いします。ということで、あの HRIS スペシャリストというのを積極的に募集しております。あの詳細についてはあのリンク等をご確認いただければと思いますが、あのワークデーの知識だったりとかプロジェクトマネジメントやったことある方っていうのを、まあ、あの応募要件には掲げてるんですけれども、あえてこの場で出すとしたら、やはりバリューに共感してくれる方とか、あの正解のない問題に対して自走してくださる方とか、あの人事システムオペレーションの改善すごくあの好きなんですって言ってくださる方は、あの非常にあの魅力的に映りますので、あのぜひぜひ応募いただきたいと思っております。はい、それではご清聴ありがとうございました。はい、金さんお疲れ様です。ありがとうございました。金さん、あのいろいろご質問いただいてましたよ、コメント。あ、本当ですか。全然ごめんなさい、うん、見れてない。あ、全然、あの後ほど Q&A タイムでお振りをしようと思いますので、はい、確認お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは最後のチームになりました、 HRBP HR ビジネスパートナーのパートに行きたいと思います。さあ、ここもペアセッションですね。新一郎さんと美香子さん、はい、準備 OK、はい、よろしくお願いします。はい、大丈夫ですかね。はい、ちょっとですね、あの金さんのセッションが質問たくさん出て、あの羨ましいなと思ってたので、我々もですね、ちょっとたくさん質問が出るようなセッションをお送りできたらなと思ってます。、はい、皆さんお待ちしてます。はい、あのじゃあ次のスライドお願いします。私ですね、先ほどあのタレントマネジメントのところでも自己紹介させていただいたので、ほぼ割愛させていただきますが、この7月1日にメルカリに入社をいたしまして、2つのハットで、やらせていただいていて、1つがタレントマネジメントのマネージャーで、もう1つがですね、今からご説明をさせていただく HR ビジネスパートナーが所属をしている、いわゆる事業部ですね。事業部としてのメルカリの日本のメルカリ事業部の人事のリーダーというのをやらせていただいています。よろしくお願いします。で、今回はですね、あの HRBP のマネージャーでもありまして、あの本当にですね、あのご自身としても HRBP の第一線で活躍をされている美香子さんの方からあのプレゼンはしていただきたいと思います。では美香子さん、自己紹介のほどお願いします。はい、なかったじゃないかなと思うんですけど、思います。こちら自己紹介です。美香子っていうふうに、メルカリに入社した17年の5月、ちょうどですかね。現在のロールマネージャーを。美香子さん。あれ？何？声がすごい。ちょっと今、別人格が出ちゃってたかもしれないですけど。なんか声がすごく遅れてるのと。そういうスキルの可能性もありますけどね。ね、キャラクターの。
なんだろう、もう一瞬美香子さん下ろしちゃおう。もう一回読んでみるか。お聞き苦しい声を。そうですね。あの生放送ですから、そういうこともありますよね。一番最後だから、ちょっとね。いや、あの、面白い。あの、ピープルエクスペリエンスの望月さんが、こう、割とね、おっぱっぴーとかの話をして、こう、まあ、面白くしようとしたところに対して、美香子さん、さすが、やっぱ鳥としてですね、一番面白い感じしてくれたんで、本当。ちょっとこれ、美香子さん、もう一回ちょっとチャレンジしてみましょうか。そうですね。あ、一回出ますって言ってるから、一回じゃあちょっと美香子さん、入り直してもらおうかな。そうですね。うん。じゃあ、どうしましょう。チームの説明しましょうか。次のスライドだけちょっと見せてもらっていいですか。あの、美香子さん、せっかくあの非常に魅力的なキャリアを歩まれてきている方なので、あとで自己紹介をいただきたいんですけれども、まあ、このスライド見ていただいたら分かるようにですね、こう水色の部分とオレンジ色の部分がありまして、あの、まあ、いわゆる水色のところが COE と言われるセンターオブエキスパーティーズですね。で、これまでのチームは、そのセンターオブエキスパーティーズ、要はグループ全体に対してこう、まあ、ツールであったりシステム、プロセスっていうのを提供していくような、あの、そういう組織でした。で、一方でこのオレンジ色の組織というのは、いわゆる、まあ、あの事業部付きの人事と申しまして、その事業部の、まあ、ビジネス戦略を、実現していくために必要な人事組織施策というのを考えて、あの、やっていく組織になっています。で、メルカリの中にはですね、いくつか事業がありまして、例えば私が、やっているメルカリ、私がまあ人事として担当しているメルカリの日本事業もありますし、あとはメルペイという事業もありますし、創造もあれば、US 事業もあります。で、そういったところにですね、それぞれカンパニー担当の、事業部の HR として、HR ビジネスパートナー組織がついているという形になっております。で、我々が所属しているのは、日本の、メルカリ事業というところですね。美香子さん、いかがですか。もう声を発するのがちょっと怖くなってます。大丈夫でしょうか。大丈夫です。ああ、よかった。ちょっと一個スライド戻ってもらって、美香子さんの自己紹介もう一回お願いします。すいません、皆さん大変失礼いたしました。はい、じゃあ自己紹介入らせていただきます。タイ美香子と申します。で、メルカリの入社が、2017年の5月ですね。で、ちょうど4年半ぐらいになったタイミングになってます。で、ロールですが、今は、あの、HRBP のマネージャーを担当してまして、で、あの、組織としては、メルカリジャパンのところと、ホールディングス組織ですね。そちらの、あの、HRBP のマネージャーをしております。で、メルカリに入る前はですね、あの、ニューヨークの国際 NPO に6年弱くらいいまして、そちらで、あの、アフリカの経済開発のプロジェクトに関わっていました。で、あの、具体的には、その、高等教育を通じた、あの、人材開発のプロジェクトとか、なんか、そのあたりを、あの、に携わっておりました。で、その、2017年にメルカリに入社した際はですね、あの、先ほど、フアンさんから、あの、説明もあった GOT、そちらのチームに、通訳者、翻訳者として、ジョインしてます。で、メインはですね、そちらで、その、プロダクトを支える、あの、社員のサポートをしながら、あの、グローバル採用のプロジェクトにも関わっておりました。で、メルカリのあの、インド採用のプロジェクトですね。そちらをあの、主導する、機会をいただきまして、そちらをやった後に、あの、まあ、たくさんあの、インドのね、あの、学生の方をあの、採用しましたので、そちら今度受け入れを専任とするチームが必要だよねっていうところで、あの、オンボーディングチームの立ち上げに携わるタイミングで、人事の方に移動をしたっていう経緯になります。で、そうですね。まあ、その頃は、まだ数百人の、あの、単位だ、あの、規模だったその会社が、まあ、ちょうど数千みたいなところに、まあ、来てる時期だったので、あの、HRBP のチーム立ち上げましょうっていうところで。で、2019年の頭ぐらいですね、それが。で、あの、エンジニアの担当がたまたまそこで必要ですよっていう話があったので、まあ、ぜひっていうことで、そこで HRBP に参画したっていうような背景になってます。で、そうですね。私から見たメルカリなんですが、もう、社員がメルカリプロダクトの一番のファンなんじゃないかっていうふうに思うくらい、あの、社員のメルカリ愛がすごいなっていうふうに思ってます。で、特に、あの、メルカリのやっぱミッション、バリューへの共感度がものすごく高い社員っていうのは多くて、そこが非常にその、なんかメルカリらしさみたいなところを醸し出しているポイントなのかなっていうふうにも思います。で、もう一つはやっぱり、あの、多様性が、もう日々増してまして、あの、それもあって、やっぱ組織はすごくカオスです。でもそれはなんか良いカオスだなっていうふうに思っていて、まだまだこうやることがたくさんありますし、あの、組織としてはもう道半ばなので、その組織を支えるところにやっぱやりがいがあるなっていうふうに感じている日々です。
はい、じゃあ次のスライドお願いします。次の次ですかね。はい、じゃあ、ここから、チームの紹介の方させていただきます。HRBP チームの、ミッションとアプローチのところですね。HR ビジネスパートナーというふうに言っているほどなので、やはり私たちのミッションはビジネスの成功というところに置いています。で、それを、いかにその人と組織の側面からサポートするかというところ、そこに、一番のこだわりを持ってやっています。で、下の3つがですね、それに向けてどういう動き方をしているかっていうところなんですが、1つ目が、最もやっぱりメルカリが重要資産として、据えている、まあ、人っていうところですね。そこからちゃんと、インサイトを収集して、組織の課題を、私たちの方でちゃんとこう着手して、ビジネス戦略の実現のために組織強化をしていくっていうところだと考えています。で、2つ目がですね、まあ、マネジメントの意思決定の精度を上げるっていうふうに書いてるんですが、今のメルカリの HRBP は、その各 HRBP が担当部門を持っていて、基本的にはそのパートナーっていうのは、そこの部門長なんですね。で、その部門長は、ま、経営メンバーだったりもしますし、まあ、VP マネージャーレイヤー、ディレクターレイヤーですね。になるんですが、まあ、彼らのに、寄り添うだけではなく、意思決定のやっぱり精度、サポートをちゃんとファシリテーションを通じて上げていくっていうところ、そこにこだわりを持ってやっています。で、三つ目がですね、成果のためにあらゆるチームを巻き込み、アクションにつなげるっていうところで、こちら次の体制の説明をするときにちょっとまた触れられればと思うんですが、やはりHRBP は、HRBP オンリーでできることって本当に少なくて、いかに、そこの、なんていうんですかね、スペシャリストエキスパティーズを持っているチームを巻き込んで、きちんとその、組織課題に向けて、しかるべきアクションを投じていくかっていうところが求められるので、人の巻き込みっていうところは、意図的にやっているような感じになります。じゃあ次、お願いいたします。はい。じゃあ、人事の全体像の中で、まあ、HRBP の位置づけってどういうところなのっていう説明をさせていただきます。で、これまで組織図、お見せしてると思うんですけれども、この今、COE で青くなっているところが、まあ、センターオブエクセレンスっていうふうに呼んでいて、今日説明がね、いろんなチームからありましたけれども、こちらがセンターオブエクセレンスのチームになりますね。で、それに対して、HRBP っていうのは、その組織上は CHRO がいる、そのPeople and Cultureっていう組織の中にあるんですけれども、基本的に私たちのそのメインのカスタマーといいますか、サービスの提供先っていうのはビジネス側になってます。で、ビジネス側がこの図でいう、点々の左側のところですね。まあ、グループ経営と、VP ディレクターマネージャーというふうに書いてますけれども、まあ、私たちは、センターオブエクセレンスで作られる、こう、様々な人事の施策、メニューを、いかにそのビジネスの、課題、ビジネス側のニーズに対して、こう、打っていくか、施策としてこう、打っていくか、運用していくかっていうところだと思っています。で、なんか結構HRBP って、企画20の運用 80% みたいな言われ方をしたりするんですけれども、やっぱりその、何ですかね、ビジネスが抱えている課題に対して、いかにこうピンポイントでちゃんとそれに対して、打ち手を投じていくかっていうところが非常に重要になってくると思っていて、で、それに対して、やっぱり HRBP と COE っていうのは非常にこう、強い連携関係でそこをサポートしているっていうような状況になります。じゃあ次お願いいたします。はい。で、HRBP チームの役割と、ちょっと取り組みのところですね、説明させていただきます。で、これまでのもちょっとお話ししましたけれども、HRBP は基本的に、そのビジネスの成功に向けて、人事戦略の作成と、実行ですね。そちらを事業部のリーダーたちと共同でやっているっていう形になります。で、まあ、人と、組織の側面から、このビジネスの、戦略サポートするっていうときに、やることってやっぱたくさんあるんですよね。で、その中でも特に、ちょっとこの上の、薄いブルーの方に書いてあるところ、まあ、例えばそのビジネスの戦略に必要な、人員の戦略を作るっていうところだったりとか、まあ、あとはその組織を支える社員が継続的にバリュー発揮する、パフォーマンス発揮するっていうところを担保するですとか、あとはまあ、その戦略の実行に最適な組織と仕組みを作る。そしてそれをちゃんと運用するっていう部分。なんかそこがやっぱり基本的に必要になってくるところかなというふうに思っています。で、それに対しての、具体的な how を、まあ、HRBP はその各担当組織でちゃんとその施策に落として具体的な打ち手として投じていく。そういった動き方をしているようなイメージですね。で、その具体的な how のところが、まあ、この下のブルーのところに書いてある。まあ、attain, develop, retain というふうに書いてますけど、なんかここら辺の施策をですね、各組織でやっているっていうような状況です。
で、最終的にはそこら辺の、取り組みがビジネスの戦略の実現につながっていくみたいな、なんかそういったイメージで動いております。じゃあ次、お願いいたします。はい。で、ちょっとこの一個前は、抽象的な話になっちゃってたんですけれども、ここで、いくつか具体的な施策も紹介させていただきたいなと思います。で、まあ、HRBP は、今、基本的に連携先がですね、70% ぐらいが、まあ、リーダー。その100% が HRB、各 HRBP のその、まあ、時間というかリソースだったとして、70% 使ってるのが、おそらくそのリーダーとの連携だったり、まあ、対話とかですよね。で、戦略を作るみたいなところ。それに対して 30% がやっぱりその現場の社員のサポートみたいな動き方をしています。で、その第一線のその社員、組織のサポートの HR 業務に加えて、事業部のニーズに対してその具体的な施策を打つっていうことも、先ほどの COE の組織と共同しながら HRBP で主導しているっていうところもあります。で、それがいくつかここに書いてあるもので、まあ、そうですね。ちょっと時間の関係もありますので、一つ一つ全部はいかないんですけれども、やっぱキーになってるなっていう思うところで言うと、まあ、社員に対してのその成長機会の提供。まあ、メルカリは特に成長意欲がものすごく、まあ、平均的にも高い会社なんじゃないかなと思いますので、こちらが非常にそのメルカリでのエクスペリエンスに、にとってすごく重要なポイントになってます。で、あとはそうですね。組織を支えるやっぱ肝となっているそのマネージャーですとか、リーダー層の育成。まあ、あとは、先ほど、達夫さんとか、本案とか、まあ、いろんな方から、ご説明ありましたけれども、やっぱ、こう、ローコンテキストがどんどん求められている、社風になってますので、その多様化みたいなところに耐えうる、その評価システムの構築とかですよね。その辺は、結構、現場から、なんていうんですかね、ニーズが、こう、上がってくることが多いので、そちらは、こう、前者での展開より先行して、事業部側で、HRBP 中心にプッシュして、まず事例を作って、みたいなことを、やっておりました。で、あとはカルチャーの醸成関連は、まあそうですね。バリュー発揮が非常にこう、素晴らしい方を、まあ、称える、社員を称えるっていうような、MVP 賞ですとか、まあ、アンコンクシャスバイアスのワークショップとかですね。その辺は、コンテンツの作成に、携わったりしておりました。で、ここでちょっと特徴的なのでハイライトしたいなと思っていたのは、まあ、さっきその、評価システムの話とかちょっとしましたけれども、この、なんていうんですかね。特定の事業だったり、まあ、組織の方で起きている課題に対して打った施策、HRBP プッシュで打った施策を逆輸入的にこう前者の方の制度というか仕組みとしてこう展開していくみたいな動きが実はメルカリは結構あるなと思ってまして、そちらが割とこの人事の連携の仕方の観点でも珍しいんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で、そこがでもなんて言ったらいいんですかね。まあ、すでに決まったその前者の制度ですとか仕組みをただ単純にこう事業部側に打っていくみたいな運用の仕方ではなくて、きちんとその事業側のニーズに応えられるような施策を常にこう人事でも検討して模索して提供していこうっていう姿勢がやっぱあるっていうところなんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。なんでまあ COE と HRBP もこの現場のニーズに対してこういろいろまあ企画ですとか運用をこうぐる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 回して PDCA 一緒にやるみたいな、なんかそういった連携体制が取れてるかなっていうふうに思ってます。はい。じゃあ次のページお願いします。はい。なので、今、あれですね、メルカリ、ぜひ、HRBP チームジョインいただきたいなというふうに思ってるんですが、HRBP で今、このメルカリで働く魅力のところをちょっと私からお話しさせていただいて、その後、新次郎さんにバトンタッチさせていただきます。さあ、魅力ですね。一つ目は、HRBP は担当事業部の CHRO っていうところで、これは、達夫さんが、確か2018年にご入社されて、一番最初、これ私が勝手に思ってるんですけど、一番最初のプロジェクトとして HRBP を立ち上げされたなっていうふうに思ってるんですね。で、その当時から、いやもう HRBP への期待は、その担当事業部の CHRO であることだからっていうのを、もうこう大々的に、伝えていただいて、まあ、ただそういう期待が、やっぱり、人事に対して持たれるような会社なんだなっていうところ、そこは結構、ポイントなんじゃないかなと思ってます。で、HRBP は、やはりその、人と組織に関わる、リーダーによる重要な意思決定のところに、ただ単純にこう、関与するとか寄り添うだけじゃなくて、その方向性をこう、ドライブできる。HRBP からプッシュするとか、ファシリテーションできるっていうところが、やはりこの、難しいところでもあり、すごく、やっぱやりがいにつながるところなんじゃないかなというふうに思っています。あとはそうですね、課題解決、やっぱり担う、
ポジションですので、その本質的に、じゃあその事業にとって必要なのが何なのかっていうところをちゃんと見極めて、それに対して必要な打ち手を打っていくみたいなところで、まあ、非常に重役なんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、ちょっと言葉選ばずに言うと、もう本当便利屋ではなくて、あくまでもその組織を推進するためのリーダーのパートナーっていう立ち位置っていうところですね。で、次が、急成長するメルカリビジネスのための人事っていうところなんですが、まあ、これまでのお話にもね、あった通り、そのメルカリはやっぱり事業の変化が大きいので、もう本当にたくさんのことが起きます。そしてたくさんの、まあ、課題も、毎日のように直面をしております。な、その中で、いかにこう最適解を、こう常に模索して、あるべき方向に組織を導いていくか、みたいなところが、やっぱり常に、期待されていると思いますし、そこを、第一線でサポートできるポジションなんじゃないかなと思います。はい。で、その次ですね、ステークホルダー共同先の多様さ。ここは、まあ、先ほどもご説明しました通り、COE との連携はもちろんそうですし、まあ、あとはそうですね、まあ、事業部の皆さんとの関わりってすごく、たくさんあるので、そういった意味でも、連携先が多くて、まあ、そこは結構楽しいところなんじゃないかなというふうには思ってます。で、次に書いた、メルカリを支える社員との距離感っていうところもそうなんですが、まあ、メルカリの今の規模ですと、まだまだその顔と名前がわかる規模なので、なんていうんですか、現場感が持てると言いますか、手触り感を持って、こう、人事の業務ができるっていうところはやっぱり魅力だなと思っています。あとはその事業部の課題に、社員と二人三脚で向き合えるみたいなところが、やはり、やりがいに通じる部分なんじゃないかなというふうに思ってますね。はい。で、最後ですが、まあ、ミッション実現に向けて、とにかくやることだらけっていうところで、もう、もう本当言うまでもなくなんですけれども、やっぱりここが一番やりがいのあるところですし、そのカオス環境の中で、本質的な課題解決に向けて一緒に取り組んでいただける方は、ぜひぜひ、はい、検討いただければなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ、ここで新庄さん、バトンをタッチします。はい、ありがとうございます。じゃあ、次のスライドお願いします。まあ、時間もちょっと押しているので、私、このスライドだけなんですけど、クイックにですね、先ほど申し上げましたように、私は外部といいますか、外資でずっと人事でキャリアをしてきて、で、まあ、HLPP とかですね、ずっとそういった仕事をやってきたんですけども、そこからまあメルカリに入った中で、まあ、なぜ、特に今、HLPP へジョインすべきかという点をですね、皆さんに触れられたらなというふうに思ってます。で、一つはですね、先ほどから皆さん、今非常に面白いフェーズに入ってきているということを言ってますけれども、本当に多様なキャリア背景を持った精鋭 HR 人材が集まってきているなというふうに感じてます。これはもう元々いらっしゃった方もそうですし、その中から外から入ってきた方も合わさってですね、非常にいいミックスで、ダイバーシティに富んだ HR 組織になってきているなと思います。で、それが2点目につながっているところなんですけれども、特に HLBP チームを見ますと、まあ、私みたいに外資で経験を積んできた人間であったりとか、まあ、日本の大企業で経験をしてきた人、まあ、そういったところで得られた専門性とか経験とですね、もともとメルカリにいらっしゃった方であったりとか、スタートアップからこうメルカリに来られた方っていう方が持ってる、まあ、加速度的にビジネスと組織の成長に伴走してきたダイナミックな経験っていうのが非常にいい具合に融合されてきて、ここでその両者がそのどっちが知ってることをただやるだけではなくて、お互いの持っているものをこううまくですね、融合させることで、まあ、今までなかった新しいものを作っている、そういった日々というのがですね、会議とか議論をしていても非常に感じるところです。で、3つ目はですね、すいません。まあ、会社がグローバル化を志向していく中というふうに書いてますけれども、まあ、グローバル化に限らずですね、まだまだビジネス成長していくと思います。その中で、この急成長する組織を支えるのは、やはり、HR であり、HRPP だというふうに思ってます。ビジネスリーダーたちがですね、一心不乱にこうビジネスに集中できるように、我々が組織面でしっかり支えてですね、必要な打ち手を打って、必要なパートナーとしての助言をしたり、コーチングをしたりすることで、どん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 ビジネスも大きくなっていくと思いますし、同時に、日本初のグローバルスタンダードっていうものを我々のところで作っていけるんじゃないかなと、そういう可能性に満ちているんじゃないかなというふうに思ってます。また最後ですけれども、まあ、どんな環境から来られても、外資から来られても、大企業から来られても、メルカリのようなスタートアップから来られてもですね、これまでの経験というのをフル活用しながらも、ここでもう一回アンラーンをして、新しい知識、新しい能力っていうのを絶対に身につけることができる環境ですので、皆さんご自身、どんなキャリアステージにあっても、自分をバージョンアップさせて、より活躍できる舞台があるんじゃないかなというふうに思っています。はい。では次のスライドお願いします。
というわけで、HR のビジネスパートナーを募集しております。メルカリビジネスへの興味、パッションが今日の話も聞いてより高まった方であったりとか、あと先ほど美香子さんが説明したように、各組織の本質的な課題、そういったものに向き合ってしっかり解決策を促進できる方、頭で考えて言うだけじゃなくてしっかり手を動かせる方、前例がないからできない、やったことないからできないじゃなくて、新しい解決策も見つけ出してゴリゴリ推進できる方、そういった方をお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、以上で我々の、お話を終了とさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、ナイスなぶっ込みでございました。美香子さんの最初の面白ボイスから。計算しました。ちなみに、新一郎さん、美香子さん、共感の声とかもコメントでいただいてたりしましたので、発表中に。ぜひちょっと読んでみてください。皆さんも本当にコメント、質問、共感、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、予定しているお時間がもう間もなくにはなるんです。すみません、間違えて私が消えちゃった。失礼しました。Q&A タイムに移らせていただこうかと思います。ちょっとサクサクと言って、答えられるところまで行きたいなと思っておりますので、登壇者の皆さん、ちょっとご準備お願いします。私、バンバン当てていきますよ。さあ、一番最初にいただいていたところから行きましょう。評価、報酬制度のアップデートについて一番難しかったとこ、どんなとこですかということで、いきなり CHRO を呼んじゃおう。達夫さん。はい。はい。そうですね。これ一番難所だったのは、グレード定義を作ったんですけども、まあ、それぞれのグレードに求められるその成果と行動っていうのを、まあ、言語化するということでありまして、まあ、日本語と英語バージョン、両方で作ったんですけども、その単なる通訳じゃ、翻訳じゃなくて、どちらの言語でもすごくこう、わかりやすく、みんなにとってこう、ピンときやすいものにするっていうところはかなり、かなり頑張ったところですね。で、一定今回そのフィードバックサーベイの結果を取ってみたら、そのグレードのその基準とか、その昇格のところの基準が、前よりも明確になってわかりやすかったですっていう、結構ポジティブな声を、もらったので、まあ、やってよかったなと思ってます。ありがとうございます。すごい簡潔にお答えいただいて。ありがとうございます。サクサクいきますね。次にいただいていたのが、少々お待ちください。研修はインハウスで実施していますか？外部のサービスを利用していますか？っていうところは、かなえさんでいいかな？かなえさんいいですか？はい、はい、大丈夫です。現在行っています研修はインハウスで実施しています。で、今開発中の研修っていうのは外部のお力も借りながら開発をしていますので、まあ、将来的な内製化はしていく予定ですけれども、今、現行のものはインハウス。これから作るものは外部の力を借りている。そんな状態です。はい、ありがとうございます。次も、タレマネチームとの住み分けや連携はどうなってますかっていうご質問をいただいていて、これはかなえさん、このままお答えいけますか？新一郎さん呼びます。新一郎さん呼んでみましょう。新一郎さん。はい。そうですね。多分考えることであったりとか、取り組む課題というところは非常に近接していると思うんですね。で、具体的にも一緒にお仕事をするということもたくさんあります。ただ、最終的に提供する成果物が違うのかなと思っていて、タレマネは特にこう人材育成の仕組みであったりとかですね、あとは人をこう、なんていうんですかね、選抜したり、評価したり、パイプラインを構築していく、レビューをしていくような、そういうプロセスを提供することが多いと思うんですけれども、L&D の方はどちらかというと、やはり研修という分かりやすいアウトカムがあったりとか、あとはまあセミナーとかですね、セッションとか、そういう施策っていうのが一番多いのかなというふうには思ってますね。はい、ありがとうございます。皆さんすごい B やプロにサクサク回答ありがとうございます。それではかなえさん、しんちゅうさんもあって、次が HR データ関連のご質問が続々続いたところになるかなと思うので、金さんお呼びしようかなと思うんですが、どうでしょう、金さん。はい、実はこれ、兄弟組織の DM 関連の質問がほとんどで、今ちょっと裏でカンペもらいましたので回答していきますね。はい。これですね、データの現場マネジメントレベルの公開でしょうか。はい、マネジメントレベルでも意思決定できるようにということで、様々な取り組みを行ってます。で、この方多分続けて、質問いただいていて、
それとも、はい、この質問ですね。で、すでに現場間で現場でレベルで展開しているデータもあるにはあるんですけれども、おっしゃる通り、権限管理の部分非常に難しく、我々も悩んでいるポイントではあります。非常に課題が多いです。なので、データ分析の前にポリシーを決めるっていうところの工程も同時に取り組んでいるところです。はい。このご質問ですかね。クレンジングに。はい、そうですね。クレンジングっていうところに作業をかけているというよりは、そもそもデータインプットをする段階で承認プロセスを設けてきちんと入っているかっていう確認を、それは我々 HRIS 側の方がやっていたりします。なので、そこでまずストップかけるようにはしてるんですけど、やっぱりそれで漏れて間違ってしまったりっていうデータが発見されたりして、後から直すってことももちろん行われている状態です。で、そこがクレンジングの原点ではありつつも、その後 HR データマネジメントチームの方で、まあ分析者、がクレンジングからデータマートの構築を行っているという状態です。一元的なデータソースを構築して、複数の分析担当者がコースをかけずに分析作業に特化できるように整備していますと。すいません、めちゃめちゃちょっと読んでますけど。はい。で、人数っていうところで言うと、まあ、端的に申し上げると2、3名程度が定期的に行っているという規模感になっています。はい。ありがとうございます。データはここまでですね。そうですね、はい。はい。ありがとうございます。金さん、カンペを読んですみませんという、もう正直に言ってくださるビーアプロな姿勢。で、私がですね、今、裏側で、一個質問飛ばしてますよと言っていただいたのですが、すみません、ヒマラヤマウンテン様。書籍、どんなものを参考にしてますかについて、もう一回、かなえさんに戻ってきてもらおうと思います。かなえさん、すみません、読んだり。あ、かなえさんがミュートになってますね。あれ？あ、ごめんなさい。はい、失礼しました。はい、書籍ですね。研修関連だけではなくって、ビジネス関連も、チームの中ではできるだけ読みましょうというふうに推奨していますが、研修っていうことを、まあ、人材育成という、ところに関しますと、やはりそのブレンディッドラーニングっていうところが、今、やり方としては、まあ、新しくもありますし、今後、当面続くやり方かなというふうに思いますので、書籍としては、そのようなものを参考にしております。ありがとうございます。皆さん本当にすごい質問も仕込みなのかっていうぐらいスムーズに回答いただくので、すごいスムーズに済んでありがとうございます。で、また抜かしてたら言ってください。ちょっと怖くなってきちゃったな。多分、次いただいてたのがこれかなと、人事領域、ものすごくですけど、人事領域ではできないけど、やりたいと思う領域やポジションなどありますでしょうかっていうところですね。これできたらね、全員で答えたかったんですが、ちょっと時間がというところなので、どなたお呼びしようかな。達夫さん、誰がいいと思いますか、これ。私、いいですよ。いいですか？はい。今、ダイバーシティ・インクルージョンで、まあ、主にその人事領域が、メインテーマなんですけども、合わせて、メルカリのプロダクトとサービスが、より、こう、多様な方に愛されるサービスになるように、どういうところをもっと改善していったらいいかっていうところがあって、これは完全にプロダクト開発の方とか、エンジニアの方と一緒になってやっていくところなので、人事領域はみ出してるんですけども、非常にダイバーシティ・インクルージョンの観点からすごく大事なポイントで、結構そこに関わってる人たちはすごく面白いなと思いながら関わってます。ありがとうございます。すみません、時間の関係で、ちょっと本当はね、みんなで答えたかったところですが、達夫さんから代表していただきましたと。というところで、最後がもう一個二個くらいだったかなと思うのですが、リモートワーク中心でもね、嬉しいことに仲がいいと言っていただいて、で、取り組んだ HR 施策などありますかというところで、ここはモッチーさんをお呼びしようかなと思うんですけど、こちらいかがでしょう。まあ、ちょっとサクッとって感じですけど、もともとは、チームビルディングとかは、頻度とかもマネージャーに委ねていてやってたんですけど、まあ、オンラインチービルとかは去年推奨をかなりしましたっていうところと、なんか、覚えてるんであれですけど、金ちゃんが入ってきた時は、メンターの方がですね、バトンリレーをやっていて、多分金ちゃん20人ぐらいの人と最初、怒涛のようにワンオンワンをしてたんじゃないかなと思って、いますと。あれ、なんかすごく良かったですね、はい。次紹介したい人どうぞみたいなバトンリレーをやっていたので。そうですね。あれ独自取り組みで、テレフォンショッキングワンワンって呼んでましたけど、はい。
次の方紹介してもらってどんどんつないでいくっていうのをやっていただきました。はい、よかったらカルチャードックにですねオンボーディングっていうところがあるので、あこういうスタンスでやってるんだみたいな、なんかまあもちろん既存の信頼貯金でやってた部分もありますけれども、新しく入った人には特にこの生き生きやっていくためのなんか各個人メンターとか各チームが一生懸命取り組む必要があるなと思っているので、その目線を整えるためのカルチャードックもぜひよかったら読んでいただけると嬉しいなと思ってます。はい、ちょっとさっくりですいません。ありがとうございます。本当にサクサクっとお答えいただけて、みさんもじゃまた。はい。で、最後、HRBP の、ご質問に答えて終了にしようかなと思います。よいしょ。各事業に1名だけではないと思うんですが、職種別に担当分かれてますか？このあたりは、美香子さんからいいですか？大丈夫かな？はい。そうですね。基本的には、職種別に分かれています。で、また人事施策や組織施策分かれて打たれて、あ、そうですね。その職種に特化したニーズってありますので、結構そこにちゃんとこう向き合った形で、施策は打っていて、まあ、ただその HRBP 同士が連携をして、ちゃんとこう、ある組織でのベストプラクティスを他の組織でもみたいなことが、なるようになってます。で、そうですね。各事業になので、はい、答えとしては1名ではないですね。今ですと、メルカリジャパンは、4名、5名体制で支えています。はい、ありがとうございます。はい、ということで、サクサクサクっとでしたが、皆様、このお時間まで約2時間お付き合いいただいてありがとうございました。じゃあ、スライドもう1枚送っていただいてよろしいでしょうか。はい、で、クロージングに入らせていただきます。今日は皆様、長丁場2時間ずっと見ていただいた方も、途中からの方もいらっしゃったかなと思いますが、本当にありがとうございました。今チャット欄にも入れたんですけれども、アンケートのお願いにぜひぜひご協力をお願いします。今日、コンパスから応募いただいた方には、この後メールでもリンクはお送りさせていただくんですが、まあ、簡単なアンケートです。ぜひよければ、今コメント欄からポチッと開けて、さささっと回答してもらえると嬉しいです。我々も今日、約2年ぶりくらいの人事のイベントということで、まあ、いろいろ探り探りなところもありましたが、皆様に楽しんでいただけたかどうかすごく気になってます。忌憚のないご意見をいただけると嬉しいです。で、またテーマを区切ったり、いろんな形式で皆様とお会いできる機会を積極的に作っていこうと思っていますので、ぜひこれからもまたいろいろなイベントで皆様とお会いできることを楽しみにしております。はい。じゃあ最後、お別れはみんなでバイバイってしたいな。呼んじゃおうかな。いいですか、大丈夫ですか、ご飯食べてる人います？はい、大丈夫です続々呼びますよ、続々呼びますよ。いない人はいますか、大丈夫ですか。あ、かなえさん忘れてた、ごめんなさい。はい、すごい、今日はこんないっぱいの人が出てたんですね。加藤さんからも最後、じゃあ一言いただいて。はい、皆様本当ありがとうございます。あ、本当に一言はいはい、これからもウィンウィンマックスでよろしくお願いします。ウィンウィンマックスよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆様またこういったイベントでお会いしましょう。今日はありがとうございました。さようなら。ありがとうございます。